か。リスワンのためじゃない、リスワンなんていらないよ。そんな人のね人生、お互いの人生、人多いかな。ちょっと騒いでる人らの前行こうか、なんかエミリさんがね何でも言っちゃいけないことを言うわけよ。それをね自分だけ言っていい特権だと思うなよって話なんだよ。全然ちょうどいい、これで。子供なんてねどうだっていいよ。いいですか、ちょっと今1000人ぐらい見てるっすけど、2000人ぐらいすぐ集まっちゃうっすけど、いいっすか映して。どうぞ。いいんですか。どうぞ。沖縄ギャルが映していいって。あ、一人で集まる。やばい、怖い。いや、これ優しい。これなんで、これなんなん、これ20歳の抱負や、20歳の抱負。ふわっちってやつなんですけど、うちなんちゅ誰ですか。ガチ黒歴史のツイッターとか教えてくれたら、なんか100人ぐらい増えちゃいますね、多分。本当に。はい、見たことないよ。インスタとか100人ぐらい。ちゃまずもうスパムとかつけて生きてます。声でかいとか言いません。うちなんちゅじらして生きてます。来たばっかなんですよ。うるせーって言わない。たぬきさん73。かわいいところはめちゃくちゃかわいい。ちゃまずこれなんで見たことない。何の配信ですか。じゃやばいやつ多分。ふわっちっていう、ね、ふわっち知ってるの。うん、ふわっち知らんけど配信なんねん。これ TikTok でもなんでもないさ。きっと Tinder だよ。 Tinder じゃない、 Tinder じゃない。もう Tin… あ、ほら、 Tin…その人性病です。だめですか。もうやんなわけないでしょ。もうバレちゃったね。そんなわけそいつとお礼一致してないだろ。もう噂の視聴者やばい。はTinder やったらこんな人らと会えるの。こっちみんなと Tinder やったら会えるの。ニコ生ってニコ生。ニコ生。ニコ生って何。ニコ生に知らんよ。ちょっと似てるかな。うん、そうなんだ。ツイキャスみたいな。やばい、近寄ると危ない。危ないよ。やばい、近寄ると危ないよって。あやな、やっぱスパムやった。ふわっちに近寄ると危ないよってスパム。やばいな、お前ら。こいつら、こいつ性病です。イエーイ。スパムの洋服つけてるやつは大体性病です。ってことで、1300来たね。つら300人増えましたよ。おー、すごい。ティンダー、やばい、逃げて。ティンダー、わっしょい。逃げろー。バイバイ、スパム。お疲れ。スパム、ちなみにワンちゃん、今日泊まるとこないんだけど、誰かホテル一緒に行ってくる。え、なんかやばい、性病がなんか言ってる。あ、来るよ。ミスケン、ミスケン。無理か。彼氏待ち3人です。ありがとうございます。ワンちゃんやれないってね。やらせてくれなそうだね。性病じゃないからね。性病じゃないよ。じゃないよ、信じて。クラミジアじゃないよ。だとしたらコンジローマ。性病だとしたらね、知らんけど。もうこれからあれかな、検査のさ票持って歩こうかな。こうやって俺性病じゃないですって検査持って歩こうかな。エッチする前に見せて歩こうかな。な、マジ検査見せようかっつってダサくなってきたな。スパム履いててもいいやつ。毎日履いてるから見慣れてる光景だよ。通常運転や。エミリーが履いても通常運転。明日性病になってるから、昨日か明日か分かんないけど。でもさね、そんなんだからさ、俺がどんぐりになる理由も分かるでしょ。もうエミリさんじゃどんぐりだよ。もう一生出てきたくない、閉じこもりたくなっちゃう、引きこもりどんぐりになっちゃうよ俺。
何が肝ったまが小せんだよ。小さくないだろ、大きいだろ。そんなやつをね引き取ってやるっていう、それでも俺を優しくない？アルチュー多いね。多分アルチューの人ってお酒を俺みたいに飲まない人と一緒にいるの方が楽なんだよ。だから寄ってくんだよ。アルチュー同士でいたらさ、もう会話にならないじゃん。アルチューじゃないからね、アルチューの人がなんか俺がねこう正常だから寄ってくるのよ。 HIV にはなってさすがにエイズではないでしょ。さすもうエイズだったらさ、もうやばいわ、終わりだわ。うん、めちゃめちゃ吐いてるのもいつも通りだよ。なんかあれだろ、カラオケでなんか食いすぎたんだろ。食べ物食ったらいつも吐くよ。治らないんじゃない？スパム食ってた？食ったら吐くんだから、あの子は。もう吐いてるようで心配してるのはにわかだね、俺からしたら、ね、性病だと思ってたらね、いいよ。だいぶ最初の方から気づいてたよ。触ったらわかるじゃん、違和感あるなみたいな、この人大丈夫かなみたいな。全部俺はさね、そういうのを受け止めてあげたわけよ。みんな受け止めてくれる？これも全部ね、エミリさんがいけないんだよね。もう結婚を考えてるって言ってんのにね、いちいちさなんね、ちょっと朝の配信とかこういう配信なだけですごいピキってね、言っちゃいけないことたくさん言ってくるから、それはこっちだって言い返しますよ。ミラーしててもいいよ、好きにしてください。もう僕は沖縄で一生生きていきます。沖縄から帰りません。ルイン中になります。言い返す必要あるだろう、言っていいこと悪いことあんだから。ルイン中になります。これから沖縄で子供を授かりたいさ。沖縄で嫁を見つけたいさ。ルイン中の宝、いやささ。まあルイジさんが言っていることは言って悪いことだと思う。そりゃそうでしょ。言われたくないこと言うんだからね。ネットの王子に抱かれたかったとか言われたらさ、もう嫌じゃん。もう結婚する気すらしないじゃんね。ただでさえいろいろ我慢してさ、耐えてる時にさね、あれだよ、クソチビもそうだよ、体のことじゃん。別に他の誰になんて言われてもいいけどさ、エミリーがそれ言うんだったら、じゃあ俺もそうなるよって話。そう、暴露もされてし、こっちもね言われてるし、お互い様だよ、お互い様。もともとはちゃんと結婚するつもりだったし、子供もねしっかり育てなきゃな、産まなきゃなってすごいプレッシャーがあった中ね、A 番になってさ、しかも自分がさね、なんか言わなきゃいい、ね、全部そうだよ、自分で言わなきゃいい過去ばっかり言うんだよ。
それさ結局さ子供とかさ俺の親とかさみんな耳入るじゃん、言わなきゃいけないことね、夜働いてたこと、遠行してたことね、薬物関係ね、警察に捕まってるね、全部言わなくていいことを自分でバカ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 言ってんだからさ、それでさね、うちの親がね、ルイジさんがそういう配信してたらね、心配だからね、戻ってきなって言ってたよ、ルイジさんのこと嫌だって言ってるよってね、うちの親の方が嫌だって言うよ、エミリーのこと。どう思う？嫉妬じゃないんだよ、わざわざ言う必要がないことを平気で言うってこと。そう、まあお互い様だけど、あいつは自分から言うじゃんね、俺はあいつに言われたの、何でも。だから言ってんじゃん、もう別れる、もうね、あっちもね、降ろすんだろ東京帰って、言ったからにはやってほしいよ、ちゃんと自分の口でね、酔っ払ってる酔っ払ってない関係なく自分の口でね、東京行ったら降ろす、で福岡に帰る、親の元に帰る、全部言ったんだからやってほしいよ。俺はだって受け入れなきゃ仕方ないじゃん、泣き疲れたらさね、俺がね子供作ってしまったんだから、泣き疲れたらそれはね、ああじゃあもう責任取るしかないなっていう思うじゃん、後悔しないよ、むしろ嬉しいだろ。いやそう仕向けてないだろ、あいつとね金を稼ぐ、あいつとの金を稼ぐために俺は配信つけてるわけよ、自分も楽しいけど、配信って俺も楽しいけどね、あいつは配信できなくなってね、お金稼げなくなったから、俺が金稼いでいかなきゃいけないわけじゃん、これから面白い配信しなきゃいけないね、王子よりも楽しい配信しなきゃいけない、はい、バイバイ、よく口ね、そう惰性で付き合ってるよ、それを向こうにまたさらに惰性って言われたらもうやってらんないよ、あれもう俺しかいないじゃん、安心してるんですか、誰も捕まんないんだもんもう良くない、俺と一緒に帰らない、今日は無理です、彼氏いるの、いないです、家は近いの、ここから車で10分ぐらい、車で帰ってね、いつも時と場合による、ああの飲酒運転って言われちゃうから、そうだね、うん、じゃあ俺飲んでないから運転していくよ大丈夫です、今日家泊まっていい、だめ、ホテル泊まるとこなくなっちゃったんだよ、え、かわいそう、喧嘩しちゃってホテルの人と、一緒にあの来てた男友達がいるんだけど、うん、そいつと喧嘩しちゃったから、うん、もう俺朝まで配信してようかなと思ってえ、じゃあ飲みに行ったら、私のところに、いや二人で、いやこの後どっかに、うん、分かった、のれん街とか面白いですよ、100歩譲って1万払うってやだ、ゴムつけるから、いやだやる話、100万だったらいいよ、値打ちこきすぎじゃねちなみにパイパンかパイパンじゃないかだけ知ってくんない、ちょっと入ってる、うん、パイパン、うん、行くわやだやだやだ、何でだよ、何してんの、100万は払えないよ、2万でよくないですか、やだやだか、2万でダメなら無理だわ、もう昨日は経営復活そうだな、やべやべやべ、信号が危ない危ない、信号無視になると赤から変わっちゃう、あれね、あのガールズバーの女の子、ガールズバーの女の子4時まで働いてんだって、ガールズバー4時終わりじゃない、もうそろそろ、あーかわいいかわいい、あしかもふわっちやってたことあるらしいよ、ふわっちやってたことあるらしいよ、ふわっちツイッターやってないの、ツイッターやってない、ふわっちやってたんでしょ、やってた、ふわっちやってたならツイッターやらないとダメだよインスタなの今時代は、うん、インスタ見せてアカウント、ちょっと待ってね、あれでふわっちやってた子なんだよ、なんで消しちゃったのふわっち、
時間作るの大変だった。配信する時間。一緒に住むか、俺が家事やってやるからその間クワッチやってる稼げ、うん、クワッチやるか。やんない。一緒に一回コラボしたらフォロワー増えるからもうあとは安泰だぞ。いらないけどね、ブランド立ち上げたいから。1600人見てるから売れるぞ。そのブランド宣伝していい？うん、なんていうブランド？これ外カメの方が売ってる。なになに服屋さん？あ、なに？え？そう、絵を描いててデザインしたいの。天才じゃん。それもそう。なんかちょっとやらしい、やらしい絵のある？あるよ。やらしい絵はだ、危ない、あばかばかばかバンになっちゃう。やらしい絵はバンになっちゃう。天才じゃん、絵が。ありがとう、みんな。すげーって。すごいわ、才能の塊やんけ。そう、それで頑張りたいの。あーね、なんか間違ったあのお金持ちの人が買いそうな絵だね。フィールソーグッドだって名前。マナラット、マナアート、マナアート、あ、マナちゃんでアートってこと。そうそうそう、マナです。あーね、頑張る、みんなありがとう。1980年生まれなの？うん、お母さんが亡くなってるんだけど、うん、そのお母さんの生まれた年もちょっと。え、お母さんが1980年生まれなの？そうそうそう、マナ21歳の時に産んだって言ってた。俺85年生まれなの。え？やば。お母さん80、まだ22だよ。俺85年生まれだから、うん、お母さんの俺が5個下。うん、お母さんの年42か。すごいね、すごい。一緒にお母さん追悼しようぜ。うん、にゃー。痛。もうまだ上がり、上がりって。上がりか、疲れ。マナ、飲み行こうか。行かない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 か。じゃあね、あったかいね、おてて。あったかいでしょ。用意した。チンチンはもっとあったかい。バッタバッタ。1,2,3,4。下手くそ。下手くそってなんだよ。下手くそ。ほらほらほら。弱。頑張って、狙い配信。一回だけ先っちょだけ入れさせてくんない？先っちょだけでいいから。先っちょだけ？うん、絶対奥まで入れないから。じゃあ。分かったよ、しょうがないな。いやいやいや、もう何回取るんだよ俺から。もう稼い、すごいフォロー来た、3人から。フォロー、ね、もっとしてあげて。ありがとう。何10円だった。まだにお小遣いくれるの？高いよこれ。制限は高いって。本当にくれんの？なんでもらっちゃうよ。いいの？あら、やったらもらっちゃった。ありがとう。マナ可愛いわ。じゃあね、分かった、マナまたな。またまたな、マナったな。沖縄に来たかやったな。誰かマナのあれ貼ってあげるよ、インスタ。マナにインスタ貼ってやれよ。誰か3人フォローしたやついるんだろ。マナに貼ってやれよ、マナ太郎によ。俺わかんないよ、マナのインスタ。インスタ貼って、誰かマナの、マナ太郎のインスタ。メガネで名前来てあんのかい。これだってマナのインスタ行ってあげて。ああ、そうだ、マナ1980だった気がする。フォローしてあげて、みんな、まなちゃんのことで。よかったら絵買ってあげて、応援してあげて。
ってくれた人優しいね。ありがとう、まんちゃん。ダイヤの原石。22歳だからね。これからでしょ。こうやって僕は、ふわちさん聞いてますか？こうやって僕は、出会う女の子に、ね、ふわっちを、こう、伝染させてますから、宣伝してますから、配信者いっぱい増やしてますから、僕は絶対 A 番にしないでください。ふわっちの上さん、見ててくれてますか？全国にもっとふわっちの配信者を増やしていきたいと思ってます。フォロー増えすぎ。ありがとうございますね。ああやってね、若い子にチャンスを与えたいよ俺は。いっぱい もうねしょうがないんですよ。妊婦さんは、エミリさんは、性病は、俺は性病じゃないです。間違いなく検査結果見せたいと思います。マナクソかわいい。なぜブロック、なんで、なんで誰をブロックしたの。俺の性病知らないよ。見せてもらえばいいじゃん、ツイッターで。私のイボ見て。うん、俺もちゃんと抗生物質も飲んだし、映らないようにしてもらったよ。お医者さんに危ないから抗生物質ちょっと飲んで菌殺しときなさいって言って。いや事件になっても知らんぞって。俺悪くないじゃん。俺が悪いの。お酒、エミリさんがお酒飲んでるのって俺のせいなの。エミリさんがタバコ吸ってるのって俺のせいなの。俺が悪いんだ。しょうがないね、そしたら。じゃあね、テレビになったらそう言うしかない。俺が悪いっすって。エミリさんがお酒飲んだのが俺が悪いっす。ね、エミリさんがタバコ吸ってるのが俺が悪いっす。どうも、すいませんでしたって言うしかないね。責任あるんだ。みんな何回言ってもさ、聞かないじゃん。みんなにも責任あるんじゃない？そしたら誰が言ってもね、聞かないじゃん。みんなと同じ立場だよ。陰性でもね、一応危ないからね、もしそうだった時のために処方してくれるよ。いけないよねってさ、俺も追い詰められてんだよ。じゃあ向こうもいけないじゃん。俺今追い詰められてるよね。今さね、エミ太郎さんはね、ふわっちエヴァになってね、稼ぎが俺しかないんだよ。いつまでか分かんないよ。俺だけのさ、お金で暮らさなきゃいけないね。それなのにエミリさんなんてさね、先月いくら使ったと思ってる？やっちょさんのテレビ壊して10万ね、アイテム投げるだけで10万ね、服買ったりね、沖縄旅行で10万、お互いに今回20万ぐらい使ってんだよ、沖縄旅行に来ただけで。いや近くじゃないよ全然。俺は必死に稼ぐために少しでも配信したいと思ってね、少しでも稼ぐために配信してるのに、それ邪魔されちゃうさ。そう、エクステもつけて、マツエクもつけて、ネイルもつけてね、何十万使ってんだよ。それで A 番だぞ。確定申告もあるね、家も引っ越さなきゃいけない、たくさんお金使わなくちゃいけないんだよ。全部俺のお金だぞ。エミリさんが今ね、稼げなくなっちゃったらもう無理じゃね。もうパンクしちゃうよ。
睡眠時間だってさ、ね、寝たい寝たいっつってもずっと寝かせてくれない、ふざけてる。恩着せがましくないでしょ、普通に考えたらね、それくらいやばいってわかるでしょ。だから俺はね、どうにかしてね、稼がなきゃなって必死なわけよ。いや、女の金に頼るなよって、それがあってなんぼのあの使い方でしょ。いや、エミリーだってね、俺の中恋さんからも投げてもらってるよ、お互いだよ。後ろから来れるようなね、こんな沖縄の場所だけで特定できるような人じゃないよ、あの子は。ね、それを一生懸命俺は一生養っていこうと思って頑張ってやってる最中に、こんなね変なこと言われたらやる気なくしちゃうよ。俺だってもういいやってなっちゃうよ。ホテルに戻んないって言ってんじゃん今日は。行ったり来たりしてない、ずっとこの国際通りを端から端まで歩いてる。そう、先にね、あの悪口言ってきたのはカエルだろ。ね、普通に風俗街とかね、キャバクラ街とか沖縄のね、面白そうなところ俺は見てただけなのよ。行ったり来たりしてるよ。すごいフォロワー増えた？な、誰の？マナちゃんの？いやね、もう宗教なんだよ、あそこも。エミリさんってさ、結局さね、自分を肯定してくれる人しかね、話聞かないから、結局肯定してるだけだったらね、エミリさんって変われないんだけど、エミリさん自体が自分を肯定するっていう、なんかそういうね、なんかあれってさ、自分に自信がない人がね、肯定して自分を強くなろうって話なのに、エミリさんってあの間違ってて意志が強いのに肯定する必要ないんだよね。エミリさんはどっちかって言ったら反省するべきなんだよ。いや、ああいうスピリチュアル本買ってさ、ほらね、こういう本もあるんだよって言ってたらさ、もう無理じゃん。もうあれはね、もう一生治んないよ。いや、俺は別にさ、だってそんなにすごいあれじゃん、なんかまあ言われたら聞こうかなとは思うし、人生的には俺結構真面目じゃない？根は酒タバコ飲んでるわけじゃないし、ギャンカスじゃないし。そう、お前甘やかすぎたのっていうか、俺とかエミリーのお母さんとかね、こういう怒らない性格の人ってしょうがないよね。明日帰る、明日東京に帰るよ。仕事だってやろうと思ったら長続きしちゃうし、まあ悪い女っていうわけじゃないけどね、俺もそういう悪い女が好きだから。何、スピリチュアル悪いと思う。まあね、そのまずスピリチュアルに頼ってる時点でちょっとハート弱いと思っちゃう。っていうか、そのね、 DV とかなんとかって言っててもさ、あれも人によるじゃん。今までの人に俺 DV なんかしたことないんだよ。自分らで教えてあげろ、なんで俺が言うんだよ。自分らで DM すりゃいいじゃん、やっちゃさんに整備教えてやれ、整備教えてやれ。やっちゃさんゴムしてたから大事じゃない？ゴムしてないんだっけ？わかんないけど。そう、お互いにね、そう、潰し合いになっちゃうんで、どうしてもあの人。だから A 型同士は無理だって言ってんだよ。消えてしまいなさい。 AB 型ね、 AB 型ら、 AB 型と O 型が一番俺は長続きしたね、今まで。そう、 A 型同士は気強いし、お互い傷つき合っちゃうんだよね。
一番相手が傷つくところを攻撃し合っちゃうから A 型同士は嫌なんだよ。いや関係あるんだよ俺の統計学ね。まあ関係ないっていう人には関係ないんだろうけど俺の統計学ではある。いや俺別に重大発表、うん、あれでしょネットの方じゃん重大発表でしょ。A 型でさ私さなんか相手の急所をつく攻撃をしちゃうんだよねって人分からない。俺 A 型の人結構そういう人多いと思うんだよね。2年、俺その A 今まで付き合ったのが長い人で2人だけいるんだけどどっちも2年だね。分かるよな A 型ってそうだよな。ほら A 型ってなんかね相手がなんか一番聞くことをわざとやっちゃうんだよ。しかも革新的に。 AB 型とかそんなことしないね。 O 型はなんかここぞって時に裏切る。 O 型は本当にここぞって時に最悪のタイミングでいきなり裏切る。しかも悪気なく私悪くないもんっていう感じで裏切る。 AB 型は次の日にコロなんかね変わってるんだよね。ほんと次の日にはもう次のタイミングでコロって変わってる。なんかさっきまで別れる別れるって言ったのに次の日の朝になったらそんなこと言ったみたいな。そう AB 型はびっくりするの。ほら分かる人いるだろ。そう血液型のせいにすんなっていう人は多分あんまり人のことね見てない人なんだと思う。接客業とかやってない人だと思う。接客業やってる人はねあーなんとなくわかるわっていう人いると思う。俺 B 型とね B 型はあんまり俺のこと好いてくれないんだよね。 B 型の人って顔整ってんだけど俺みたいな人のこと嫌いなんだと思う。 B 型って B 型って結構孤高じゃん。一人で生きていくのが好きな人じゃん。俺みたいになんかこうみんなに八方美人に付き合ってる人って多分俺のこと嫌いなんだよ B 型って。いやだから出たエビデンスはってだから俺の統計学だっていいんだよ別に。あ知らないあ違うと思うよって人は違うと思えばいいし、あ分かるって人は分かってくれて嬉しいなぐらい。まあ俺のねその人間観察してきた統計学だから A と B は合わないんだ。そうでも俺も別にね仲良くしようと思わないからね誰とも。 B 型の女の子だったらねワンちゃん可愛い子多いから B 型と AB 型って意外と可愛い子多いよね。 O 型はなんかやれそうな女の子が多いなみたいな。 O 型と A 型は意外とちょろそうだけど B 型と AB 型がね整ってる人が多そう。こっちあったかい。大型ね怒ったらめんどくさいのかな。そう統計じゃなくて俺が見てきただけね。まあいいよ何でも。後ろに誰もいないね。そう大型突然去っていくよな。わかる。俺もどんだけ浮気しても許してくれた大型の女の子がいてね、どんだけ浮気しても許してくれたのに、なんか俺が浮気した時にいきなりプッチン切れていきなり違う男と付き合い始めて、でなんか彼氏ができたからって荷物取りに来たんだけど、そうもう全部用意されてたよね。なんか俺のことさ初めてさなんか彼氏が電話変わってたってって言われて電話変わったんだよ。そしたらさあ元彼くん今から彼女荷物取りに行ったからちゃんと返してあげてねみたいなこと言われて、俺のこと元彼くんで初対面だよ。初めまして、あ今の彼氏さんですか、おい元彼くんって言われてマジでムカついて電話切ったもんね。殺すぞっつってお前携帯叩き割ったもんね。当時まだガラケーだったけど、
あ、元カレくんって言われた時マジでもうトラウマだったもんね。元カレくんって言われるの初対面でバカやろ、クソガキのくせにと思う。そう、浮気してたのが悪いんだけど、これも結構賛否両論だったね。当時俺これ美容室で働いてた時だったから、次の日からいろんなねお客さんに言ったの。その彼女が池袋のコスプレしゃぶしゃぶっていうところで働いてたんだよ。コスプレしゃぶしゃぶショムニっていうところで働いてて、制服でしゃぶしゃぶしてあげるの、焼肉を。そういうキャバクラみたいな、お酒飲めない人がねキャバクラみたいなところ味わいたいから、コスプレして焼肉をしゃぶしゃぶしてこうお肉を乗せてあげるっていうコスプレしゃぶしゃぶショムニ、そこで働いてて、俺池袋で最初初めてスタイリストになったの池袋だから、あーそう東口のところかな。でその子が、俺がスタイリストになるくらいだろ、22ぐらいで、女の子が大学生18歳でお客さんで来てくれて、で普通にそこからお客さんとして仲良くなって付き合ったんだけど、そう、そう冗談みたいな店かな、わかんないけど、焼肉じゃないよ、コスプレしゃぶしゃぶ、普通にしゃぶしゃぶだったと思う、焼肉じゃないと思う。で この浮気したきっかけが、東京に台風が来た時があって、ノーパンではない、ノーパンしゃぶしゃぶではない、台風が来た時があって、神奈川県の横浜に住んでる女の子が、俺に夜中の10時ぐらいにお客さんで入って、終電がないから帰れないって言い始めたんだよ。だからうちに泊まりに来ないって言って、でコンタクトしてるバカだね。で別れたね、その大型の女の子に、今日なんか台風で友達泊まれないから、家に友達来るから実家帰ってくんないっつって、実家帰ってくんないって言ったんだけど、なんか怪しいと思ったらしく、うちの周りでね台風の中隠れて待ってたんだって。そしたら案の定、その横浜の女の子と俺が、台風だからね帰れないならうち泊まりに来るって言って、聞いてる俺の話誰も、あらなんか酔っ払ってる、いやもう一人の元カノが AB、 そう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 、 AB 型の子はあれだね、美容学校の同級生。あ聞いてる、あ聞いてなかった、うん、寒くないね今日は。ずっとこの国際通り歩く、見られて怒られて、そこでなんですよ。女と一緒に家にいるとするじゃん、違う女と家にいる、でその彼女が家に帰ってきたらなんて言う？これの正解をね、美容室でよく先輩らと話してたの、お客さんとも。俺とね、その一夜だけの関係を共にする女と一緒に部屋にいるときに、彼女が帰ってきて、おいお前何女連れて帰ってんだろうつって来たらどうする？これ美容室だとすごい盛り上がったんだけど、毎回
100点の答えは先輩とかはね、なんか酔っ払ってたら、酔っ払ったらなんか変なその解放するって変な女連れてきちゃった、もうお前帰れよみたいな、何来てんだよ帰れよっていうのが正解らしい。もうお前帰れっつって、あのもう彼女が絶対大事なんだからね、帰れよって、彼女を優先してもうね、その1回ぐらいのやれるかやれないかの女を返す。そうお客さんかわいそうだけど、それが100点らしい。怖いよ、怖いからやめよう。けど俺はどうしてもその1回がやりたいから、その彼女にすいません呼んじゃったんで、ほんと今日だけやらせてください、ほんとお願いします、ごめんなさいって1回だけやらせてください、ごめんね今日は帰ってって言って追い返した。どうしてもやりたいのこのこと、だってこんなねブサイクがね、こんな可愛いことエッチできるチャンスなんてそうそうないよ、一回だけやらせてっつって、お願いしますっつって、後で何でも言うこと聞かず帰ってくださいお願いしますっつって返した。じゃあねーっつって、これが一番ダメな、もう最低なアンサーって言われてね、うん帰らした。そしたらその次に家に帰ってね、怒って俺ん家に荷物取りに来るときはあのボーイの男の人と付き合ってた。でね、元カレくんって電話変わってって言って、元カレくんって言って、荷物取りに行っただけだからちゃんと返してねって言われて、ミオちゃんって言ったっけ、ミオミオちゃんお願いだよ戻ってきてミオって言って、山内ミオちゃんって言うんだけど、ミオちゃんお願いだから許してくれミオちゃんって言って、許してくれなかった結局。好きだったよ山内美代ちゃん、24ぐらいの時に付き合ってたね。その子がに振られたから、あ50個ありがとうございます、 T シャツ受け取りました、ありがとうございます。あれあもう届いたんだ、早いね早いね、エミリさんが送ってくれましてありがとうね。自業自得ね、そう自業自得でダメだよね。そうでもね、やっぱり振られてから俺は気づくんで、あこの子好きだったな、大事だったな。でもエミリさんはね、振られた後もね、ああ好きだったなとか思うのかね。もう一人も同じで AB 型のね、美容学生の時に2年間付き合ってた女の子もね、すごいなんだろう、浮気しまくってたんだけど、俺が美容室に勤め始まって忙しくしてたら気づいたら彼氏いた。妊娠してどれくらいなの、10週目ぐらいじゃない。そう今応報なんだよ。だからねエミリさんもね、これ今のところバレてないけど、これ後でもうやり返されるのは当たり前なんだよ、因果応報だよね。俺がさね、こうやっていっぱい女の子ばっかりにね絡みまくって遊んでてさ、エビリさんが他で男と遊ぶのも因果応報だし、うん、エミさんとね子供できてなかったら別れてんじゃないかな、どっちも浮気してると思うよ、うん、ホテル向かってないね。逆に今ちょっと U ターンして戻る方に入ってるけど、国際通りずっとプラプラしてるもん、一番遠くで。いや配信やめたら生活できないね、配信こそ全てだね。この裏の通り行ってみようか、この裏の通りの方がさ、なんかある意味なんか酔っ払い落ちてるかな。一個ガムテついてる、マナちゃんが可愛すぎて、まあ、マナちゃんも可愛いけど、子供はね好きだね、子供は欲しいと思うけど、でもあの子供があの子さあね、なんかやっぱり子供を産んだことある人がさね、いくら丁寧に気をつけててもさ、
ね、五体満足で生まれるのって素晴らしいことであって、ね、親だったらさ、子供に少しでもさ、ね、無事に安全に生まれてくることを願うわけじゃん。だからそれを持ってない時点であの人って多分母性がないんだと思うよ。俺はね、なるべくエミリーさんを大切にしたいとは思ったけど、俺なりにちゃんとやってたじゃんね。別に風俗も行ったわけでもないし、うまいことやってあげたかったけど無理だったんだろうな。うん、基本仲良くはやろうと思ってたよ。今日だってね、その沖縄の旅行なんて全部エミリのプランだよ。俺の食べたいもの、俺の行きたいこと全て何にも無視ね。俺のリスナーさんがさ、こういうところ行った方が面白いよ、こういうところ行った方が面白いよって全部提案しても全部無視、全てエミリさんのやりたい通りね、行く日も勝手に決めて帰る日も勝手に決めて何にも相談なし、全部そうだよ。ほんと俺がね、なんか洋楽かけたらうるさいって切られて、あっちが全部見たいテレビ、見たい番組、見たい音、聞きたい音楽、うんね、温度だってさ、ね、俺に関係なく俺が暑いなっつってんのにさ、自分が寒いって言ったらさ、温度は全部自分の設定、エアコンも全部設定。俺エアコンなんて一回も触ってないよ、エミリさんが家に来てから。そういうちっちゃい積み重ねだよ、思いやりの。そのゴールドプラスで落ちるのだってさ、配信してないからだよ。昨日だって 2,3 時間しか配信できてないし、エミリさんが一緒にいたらね、ほとんど配信なんてできないよ。エミリさんに枠つけてあげるよって言って、エミリさん枠やりなって言って譲ってさ、エミリさんだってね、俺言ってるよ、遠回りしにね、喧嘩にならないように言ってるんだけど、何一つ変わらないよ、何一つ気使ってくれない。痩せたい痩せたいっつってんのにさ、なんで食べないんだよ、食べないやつなんて嫌いだよ、つまんないって言ってさ、それだけで機嫌悪くなっちゃうんだから。俺が食べたくないのにさ、無理やり食べさせるんだよ。食べなかったらどんだけ怒るか。地獄だよ本当、一つ一つが。いや受け入れるしかないでしょう。あれ酔っ払ってますか。お送りましょうか家まで、うん、大丈夫。ちょっとフラフラしてるよ、心配なんですけど、うん、まあこんなことしてたら嫌われるか、妊婦がいるのに。これで全てゼロだよね。優しい、ルイジさんって優しいねが全てゼロ。家まで送ろうとしちゃうだけで。朝ごはん食べてないけど、ラサキラーメン食べた。あれ、ルイジ。はい。ああ、フワチ。いや、違いますね。ちゃう？ダダです。あ、マジで？はい。初対面でルイージなんて言われたら怖くて無理ですよ。呼び捨てなんてされたら無理。おい、あ、ルイージなんて言われる。普通、あ、ルイージさんって靴していいですかって、靴コメント一つぐらいくれたりするじゃないですか。なかなか変わってますよ。普通配信で見てたら、あ、ルイージさん靴していいですかってコメントくれない？あ、なんとかですって言ってさ、会えばいいじゃんね。もし田中だったらさ、鈴木さんだったらさ、あ、鈴木ですって言って、トッとしていいですかって後ろから追っかけてきたよ。
しかも関西弁だしなんかわけわかんない。後ろにいるわ。ほんまって言ってる。いや、とつまちだけど女の子、女限定にしようか。元彼の話好きだね。元彼の話した俺。70歳女遊びせん。70歳女遊びせん。あ、元彼の話あっちでしてるってこと、うん、いいよ藤吉さんと付き合いなよ。お母さんがさ、一番関わっちゃいけないっていう人には関わるんだよ。お母さんがね、一番関わっちゃいけないって言ってる人にもね、絶縁するって言ってる人にも関わっちゃうんだよ。そりゃさ、お母さんにも捨てられるよ。お母さんも見放したんだよ。一回もさ、迎えに来てないんだよ刑務所に。で、身元引き取りにもしてないんで、なってないんだよ、うん、お母さんが一番ね、関わんないでって言ってるところにやっぱり行っちゃう、そういうエミリさんなんだよ。だから結局その誰からもこう人離れていっちゃうのってそういうところなんだよ。ね、残念だよ。これがエミリさんに一番聞く言葉だから。お母さんにもね、引き取ってもらえない。お母さんにも見捨てられた。これがエミリさんが一番聞く言葉。泣いちゃうからこれ言われると、そんなことないもんって言って。でも現実だからな、うん、だからもう別れてるじゃん、終わりだよ。そう、それでも平気でそうやって出すんだから。で、俺別にその話出されても何とも思わないからね。あ、戻ればいいんじゃないですかって、終わればいいんじゃないですかって、人生終わりにすればいいんじゃないですかってね。いい人間に思えなくない？そのね、20代前半のさ、エミリさんをさね、薬漬けにした人間だよ。お母さんからしたらもう一回も関わってほしくない人だよ。60歳のおじいちゃんがさね、20代前半の、まあ70歳か、70歳のおじいちゃんがさね、20代前半のさ、女の子薬漬けにして毎日毎日薬与えてさ、やばくない？お母さんが嫌いっていうのも分かるよ、人生狂わしたって。だからもう頭もいかれちゃうし、もうそういう何かがないと生きていけないんだよ。九州からも資格来てもいいよ、何も怖くないね。ガン見するたらそれワンチャンないかな、ワンならないよ。ああそうそう、ケツバットだって、ケツバット危ない。そう、ナンパ野郎だって犯罪じゃないじゃん。そう、聞く身持たないのはね、エミリさんなんで。みんな離れていっちゃうよ、嫌だって言ってるよって言っても、毎回名前を出してね、すぐ連絡しちゃうんですよ。いや、喧嘩しても飲まない、飲むでしょ。戻っていいよ、お願いします。電話して、今日すぐに電話して飛行機取ってもらいな。それが一番幸せだと思う。必要ない、嫉妬なんかしないよ。行ってください、私の世界に。お母さんにも連絡した方がいいよ、絶縁した方がいい。お母さんもね、迷惑かけちゃうから。さよならって。この服沖縄でしか買えないのかな、わからない。ひねちゃん買ってきてって言ってたの、ひねくれ女子が。子供認知、77歳と一緒に育てなよ。ね。
イボが一つなくなったことで誰も悲しまないよ。70歳のおじいちゃんだったらね、目悪いからイボ気づかないんじゃない？アドバイスもいらないんだよ。人の話聞かないんだから、自己肯定するんだから。肯定して肯定して、私が悪いことするけど私を肯定して。老眼だから気づかない、イボがあってもエッチもしないから、チンチン立たないから。ツイキャスもね、おすすめ規制 A 版になればいいんだよ。ここをね、普通だったら踏みとどめられるか踏みとどまれないかなんだよ。それが人間なんだよ。普通だったら踏みとどまるじゃん。ルイジさんごめんね、私言い過ぎた、ごめんね、もうお互いやめようで終わりでいいじゃん。いやもう戻らないよ。最低でもいいじゃん。最低な選択を取ってしまうのはどっちよ。ね、こんな喧嘩してね、良くないとは分かってるけど、最低な道を取ってしまうの嘘だろ。また俺国際通りからこれ離れてない、離れてない。国際通りかっこは道違う気がするな。あれ国際通りかっこ、ここ国際通り？ここ国際よりあっちでいいのか。道間違えた気するな。なんかこんな暗くなっちゃったの。なんか一気に暗くなったね。歩き疲れた。でも誰もいないんだもん。誰か遊んでくれんの、ゼロワンさんの真似なんかしてないし、ゼロワンさんの配信あんま見ないもん俺。戻らないね。明日の朝ね、11時前に1回戻って荷物だけ取ってから飛行機どうしようかなって感じ。自分からしたでしょ。嘘、松山？また松山行くの？疲れたな。7時8時までしたいかな配信。あと1回転ぐらいしたいな。王子ってまだ配信してんの？ネットの王子もう配信やめた？終わった？まだ配信してる。王子長いもんな、1回始めると。王子長いな、配信遠いな。もう一泊した女の子と遊ぼう。遊びたいけどね、誰も遊んでくんないでしょ。誰か遊んでくれんの。昼間でブーム。ネットの王子かっこいいね。養育費払わないよ。だって下ろすでしょ。埋めるわけないじゃん、あんなアルコール漬けの。ホムンクルスが生まれてくるよ、ホムンクルスが。内地の俺もいないかね。まあ別に内地じゃなくてもいいんだけどね。遊べれば誰でもいいよ。やばい話してる。小吉さんが何の話してんの。あんま俺小吉さん見たことないから分かんないわ。楽しいかね。
だよ、エミリさんとだからあのどんだけ何回転んで同じ過ちを犯してもなんだろう、別れない人なんだろうな、なんか理解ができないんだよ。別に俺もさ、ね、誰の話もしてないからよくない？みんな自分の話だけしてればよくない？決めせくの話ね。だからこれふわっちの運営さんも戻せないよね。戻したくてもせっかくさ、ね、いろんな人がさエミリのために動いてくれたのにさ、キャスでこんなこと言ってたらふわっちの運営さんも戻せないよ。そんな頭のどうもこんな人ね、一生面倒見ていけるか俺は。うん、暴れだよな。誰もあれ聞いて羨ましいと思わないでしょ。かわいそうだなと思うでしょ。なんかちょこっとずれてるよね、なんかエンターテインメントが。囲いさんはあれどう思うんだろうね。いや追い詰めてなくてもあの話するでしょ。誰も追い詰めなくては青森飲むし。っていうかコンビニ終わるんだね。24時間じゃないわ。俺の囲いやばくないだろ。お前だって見てるわけだろ俺のこと。天才だよ。あんなにぶっ壊れてる人天才だよ。ワンワンもそうだし、ワンワンも天才じゃない？いい感じでぶっ壊れてるじゃん。本物は壊れたおもちゃでしょ。すごいんだから、天才なんだから。え？本当にこれ国際通り？なんか全然違うじゃん。いいよ。本気で好きになったことあるよ。エミリさんだってあのいい時はすごいいいんだよ。でもあの人は三重人格だからもうこうなっちゃうと無理だよね。誰の話も聞いてくれないしね、昨日までね、本当に頑張って結婚しようかなとか考えてもね、昨日まで反省しちゃった、悲しい悲しい、私変わらなきゃって言っててもこうなっちゃうから、全部口だけになっちゃうんだよ。いろんな人がさね、エミリのためにさ運営さんに謝ってくれたのにさね、エミリーさんを戻してください、お願いしますって言っててもなんか戻せないよね、こんなの。ホテルには迷惑かかんないよ。やってることだって嘘だけでしょ。下ネタ話してるようなもんでしょ。いやいや、せいちゃんはマジで最悪。人のね、魚ですることばっかするよ。どこここ、ここ国際通り、ほんと嘘つかれてない俺。言えないよ、いらんない人は。力がある人だよ。俺帰れなくなっちゃったホテルないし。あのねワンコイン、多分俺は俺が依存するっていうより相手が依存されたら依存しちゃうんだと思う。なんかさ、自立してる人だとさ、こんな俺みたいなやつに依存しないじゃん。普通ね、みんな自分で仕事してたりある程度自分で稼げてたら俺なんかいなくても生きていけるじゃん。けどね、ワンワンもエミリもうちにいなくなったらまたホテルどっか借りなきゃいけない、どっか行かなきゃいけない、めんどくさい、依存するしかないんだよ。だから家もくって言われてんのってもう半分それなんだよね。
確かに家目であるんだよ。いやー、まあいい感じに壊れてるね。いや、エミリさんも名前出してくるからね。エミリさんじゃないや、ワンワンもさ、あのパルパルさんのところとかにさ名前出すじゃん。何も俺らが言わなくても名前出すから、それはお互い様だよ。よく言うけどね、お互いに名前出したくない、俺も出してほしくない、出しても言うけど。寒くない、ちょうどいい。ほら、すごいセクシーな女の人なんだけど、あれ遊べるのかなこれ。だいたいアドナスの交互範囲分かった。なんとかがあれコールがあるから、あれ違うのかな。ユアコールがあるって言ったらワンチャンあるのかな。なんか外人さんがいるわ。外人さんとあれ できんかな。I am spam. You are spanking, okay? Not spanking? いや、帰らないね。僕はさ、喉渇いたんだけど、ジュース飲みたい。How much? って言っていいの？俺、ぶっ殺されない？俺、これマジで道わかんねえわ。これどこなんだろう？ほんと見たことないところなんだけど、これここまっすぐ行ったらさ、ここ国際通りなの今。俺どこ歩いてんの今。ドン・キホーテを目指せば大丈夫。俺ここ、いや帰れないし、場所わかんないし。まあ、これ本当セックス依存症ってこと？よくない、依存してもしたいんだからしてもよくない。ドンキホーテ反対、あ、じゃあ逆？あれでもなんかここら辺ワンちゃん見たことあるような。戻った方がいい、これ逆、俺歩いてんの。いや、こっちじゃない、あれ、あそこじゃない。タオルの人の顔見えて睨みつけてるとかやばいぞ。どういうこと？あ、エミリーさんなんかやっちゃってるわけ。無理だよ、もう俺行っても喧嘩になるだけだから、俺疲れるよ。帰ってこれたね、でも、いいよ、俺はね、ほんと甘やかさない。もう、なんかこういう時は距離を置きたいんだよ。なんか、ね、俺も巻き込まれたくないし。そうだよ、これ焦らしちゃうよ、多分。うん、行かない行かない、俺は甘やかさない、いっつも。ルイさん、やっぱルイさんや。いや、違います、ダダです。ダダです。えダダ、どうしました？いやいや、なんかトツマチって書いてるから。いや、オフが映らないんで、はい、映らないのにトツマチ。わお、お疲れ様です。はじめまして。はじめまして。飲みなんか探してるんですか？いや、全然探してないっす。別に名前言わんねえんで、僕多分わっ…うらじゃらしてるんで、さっきやっぱ…あ、はじめまして、とつまちの方ですよね。はい。あ、違いました。違います。すいません、違かった。違うじゃないですか。俺ね、これこれ、なんすか、うん、名前出さんけど、言っちゃうから、名前知っちゃうと。なんですか、言いたいなら出ればいいのに、出たくないのに。ちょっとじゃあ、飲み行きますとか。いや、どっか探してあんの？
女の子と遊びたいなと思って。でも一緒に来てあるんでしょ。来てないです、一人です。マジで？はい。マジっすか？はい、ま、回していい、なんか回していいのか。配信をですか？すいません、一応なんか、はい、あれなんで、さっき行きましょう。俺はあの、回していいですけど、僕と一緒に行動して何が面白いですか？僕のリスラー3人やの、リスラー回しました。いや、大手やな。大手じゃないですよ、大手やってよ。今もう落ち込んでますよ、いろいろな意味で。いやー、いろいろありますよ、ね。いつから気合ってるんですか、こっちに。全然俺の配信知らないじゃないですか。俺知ってるよ、だって龍也の関係で。龍也さんの？いや、龍也さんリスナーってこと？龍也、違う、龍也が元々俺のリスナー。龍也さんがリスナー。ああ、元々、うん。あの5月から俺、僕はな、去年の5月からやってるけど、はい、元々あの、龍也くんが僕のようなリスナーやってそれでやろう、それの関係で知ったんですよ。で師匠みたいなのが言うてあるから、彼が、ええ、でたまにあの見たりとか、龍也、龍也くんで、あの、ルイツさん、はい、で、あとの、マオさん、マオさんはちょっと全然あの関わりたくないんですけど。あ、思いますか。すいません。あっちにあのなんかあのバーありますよ。女の子いっぱいいます。女の子いるとかがやっぱり。女の子しか欲しくないですね、今完全。ほんまに一人で来かったんですか。そうですね、今一人で、えー。ここの国際通りをもう20周ぐらいしてますね。20周ぐらい。はい。初めて来かったんですか。初めて来ました。ああ、いつから来られてるんですか。昨日です。昨日。はい。で、ほんでいつ帰るんですか。明日です。明日ですか。はい。あ、そうですか。もうほぼ今日。ほぼ今日。ああ、もう時間的にね。ああ。じゃあ俺ね、さっきから配信つけてなんかあのルイスさんが国際通りいてるから、うん、突然行ってこいって言って、うん、俺配信つけへんぞって言って。すいません、あの行き出し。はい、でさっきの行き出しね、あの。人見知り発揮しちゃってみますか。いや、僕も人見知りっすよ、かなり。じゃあ、どうします。あ、分からん、なんか女の子いる店でしょ。今から女の子とエッチできるお店あるんすか。女の子いっぱいありますから、行くけど、いや、やめよう大丈夫だろ、映って映ってよ、全然。あ、はい、コメントした方がいいんじゃないですか。いや、俺、いや、ほんまにやな、おいいですってよ、うん、ほんまにあのなんかいや来てあるんで、なんか分からんとこあればなんかどっかの案内。俺もね、あの去年のあの9月ぐらいに沖縄移住してるから。どこの人なんですか、もともとは。はい、もともとなんか関西弁っぽいっすよね。いや、東京です。はい、港区男子です。はいはいすいません、嘘です。はい、去年移住して、ほんで今あの沖縄住んでて、である程度土地感あるんですよ。エミリさんに渡したらこれ気合うんじゃない。このえ、嘘、俺誰ですかそれ。エミリさんグイグイから。いや、赤が、うん、いいえ、今お酒から飲まってるんですか。そうですね、もう結構、はい、もう、はい、一升瓶開けて、青森一升瓶開けて。そうやろ、はい、マジで、マジっすか。だからもうちょっとフラフラであんまり話が入ってこなくて。うん、いや一緒ですよ、はい、あ、酔っ払ってるんですか。酔っ払ってないですよ、はい、嘘つきました。え、お嬢さん、この後ご飯でも一緒に行けませんよね。すいません、あ、俺行ったら怒られる。行ってくださいよ。じゃあ俺グイグイ行ってください。俺前に行ったらね、俺怒られたよ、うちのもんに。あ、奥さんいらっしゃるんですか。これでいいか、あの配信でやって、あのトラブルになって。やっぱみんな怒るんだね、どこの人。いや、ほんまに怒りますって。怒りますって、うん、女の子がいるバーですか。要はあのいや、あ、俺いっぱいいますよ。あ、いや、ね、失礼でしょ、これね、失礼でしょ、殺されちゃう。いい思いしないよ、絶対ね、怖いよ。屋台村とか行った。屋台とか行ってないですけど、うん、屋台村。メモレーさんって人なんですか。え、メモレーさん。いや、ビップ。ビップさん。あ、言うてもうた。ビップさんだって。ほら、うん、つけてないけど。いや、でもね、うん、すごいっすよ、ルイジさん。いやいや、
ナンパ界のあれと帝王でしょ。違いますね、全然、うん、間違いなく。もうこれ20周ぐらいすりゃ疲れたな。どっか座ろうかな。20周やり行き過ぎ、どっか座って、なんかすごいお酒臭いんだもん。だってそんな臭ないよ、ビップさん。お酒すごい臭いんだもん。嘘やろ、そんなことないって。飲んでない。ビップさん家近いの、こっから。ん、ビップさん家近いの、こっから。タクシーで来たよ、ちょっと離れてるけど、うん、煽られて俺も来てん。ビップさんち行こうか。なんでやねん。ここら辺になんか知り合いの女の配信者いないの、ビップさんの。いや、おらおら、沖縄ってやる配信者おらんのよ、あんまり。いないっすよ、リズナーさんもあんまいてないし。俺あの、仮想枠の帝王とか言ってるから。全然真逆っすわ、ほんまに。あの、いやいや、なんかとか、あの酒臭い、ほんまに。すんごい臭い。嘘やろ。飲んでますよね、だって。飲んでる、うん、一応、うんうん、でも、ルイさんも飲んであるんでしょ。飲んでます、すごい、一生瓶。一生瓶でしょ、絶対そっちの方がやばい、はい、こっちの方がやばいですけど、うん、でも20週ぐらいずっと、疲れるでしょ。すんごい疲れました。なんか女の子がいる店っていうか、なんかどこかバーかなんか、この辺のなんかほら、あっち行きました。じゃあもう、はい、ビップさんの枠やりましょう。なんでやねん。ビップさんの枠やって、俺切って寝ますから。いや、もうビップさんの枠行きましょう。ビップさん枠つけてください。なあ、ええて。俺つけてください。でもういや、別に俺らリスワンとかないですか。もう俺みんなやったらしい。いや、取られないですけど、なんか沸かしてくださいよ。ビップさん、なん普段のビップさんの国際通りの配信の仕方で。いやいやいや、うん、いいです、はい。なんかそうか、すぐ飲みません。なんかまた飲むの。また飲もう。もうだ、明日も、だ今日も何時に帰られるんですか。もう帰って寝たいね、俺は。違う、今日何時にやろう。分かんないです、時間勝手にホテル取られて。まあまあ、この後ご飯とか食べないですよね、一緒に。お腹空いてるって顔した、今。ねえ。やめて、怖いから来ないで、僕と。やからちゃうねん。なんかあのメガネの人にすごいなんか急に声かけられて、ずっとついてきて怖かったんです。だから知り合いのふりして、ちょっとご飯一緒に食べに行ってくれます。あ、大丈夫か。うん、ごめんね。ビップさんのせいでナンパ失敗したじゃん。ビップさんのせいで怖がらすから、女の子。普段なら100発100中なのに。何も言うてないって、俺で。ね、ビップさんが足引っ張ったよね。絶対引っ張ってない。最悪だ。違う、違う、違う。関西弁って怖いもん、ほら、言ってるよ、関西。俺、でもあれですよ、ルイさん。俺、100発100中。前に1回やった時に一発で。博多の女の子。お前ってこっちで。博多の女子だって、エミリみたいなやつしかいないでしょ。知らんけど。いや薬中はバズるしかいないじゃん。博多の女ってだけで価値格よ。そうなん。うん、じゃあ今俺のテストじゃ多分あれよ、じゃあもうあの子とか、ね、もうお腹いっぱいやって多分、うん、顔見たら分かるもんで、お前もう疲れんねん。もうビップさんの枠やろ、俺切るから。ビップさんの枠でやって沸かしてよ、見てるから、遠くから。いやもう200-300人来るよ。いや、ええってよ。なんか一杯で飲みましょう。俺いいよ、飲みたくないよ、もうこれ以上。飲もうよ。大丈夫、大丈夫、いけるいける。だって明日もう今日帰るんでしょ。バンファンシー岩井美里さんのあれが今度バンファンシー。あっち行きました。どっち。屋台村は行ってないと思うけど、うん、あの向かい側の元の吉本かけずがあったとこ。分からないです。面白いんですか、そこ。だから女の子いないんだもん。いいめちゃくちゃいてる。女の子しかいないんすか。うん、じゃあドン・キホーテの向かいの絶対捕まえてよ。じゃあビップさんが。オッケー、任し。ビップさんが女捕まえてくれるか。やばいな、俺、うん、殺されるな、家帰ったら。いいよ、もうやばいわ。殺される覚悟で配信しないと。いやいやいや、俺2回目やと思って。もうラーメンはいいよ、お腹いっぱい、もう食えない。あ、もう飯はもう食っちゃった。もう食ったんすか。はい。あ、締めのステーキはその後に。ステーキは明日の昼食おうかなと思って。ちょ、気持ち悪くなっちゃった。88とかですか。88が美味しいんですか、やっぱり。いや、ジャッキーが美味しい。ジャッキーってやっぱ聞きますね。へぇ、ジャッキー。88はどうかな。うん、何しに来たの。女を捕まえてくれるみたいですよ、今。調達してくれるみたい。
電話して、あの裏でデリヘル呼ぼうか。嬉しい。引っかかったふりして。嬉しい。うん、俺も引っ掛けてやんって。おごってくれるならすごく嬉しい。高いから1万6千とか、8千とか。あ、ジャッキーうまいんだ。その人初めて会いました。ビップさんです。コメントくれればいいのにね。そしたらビップさん面白いって言ってフォロー増えるのに。いやいいって俺は。俺もひっそりともう こんな感じで道の端っこ歩いてこんな感じでやってるんで。でも、はい、こういう感じですよ僕。みんなやっぱり、はい、フワッチでのし上がっていく人は、まあ、すげえずうずうしく枠取ってきますからね。枠取るけど、うん、大手の隣にいて勝手にずっと枠つけてこうやってで大手が切るの待ってこっち流すみたいな、うん、それねもちろんねえのは分かってるけど、ぐいぐいねやっぱ行く人がやっぱりああなんかふわっちで生き残ってくなと思いますよ。確かにね、おっしゃる通り。マナちゃん来た。あ、マナちゃん来た。本物これ。マナちゃん何有名人さっき。あ、リアズ。いや違います、ここら辺でなんか、はい、マナちゃんの。ふわっち入れて。あ、マナちゃんち行っていい今から。マナートンち行っていい。家行きたいんだけどマナちゃんち。ダメなんだ。このおじさんも連れてくから2人いたらいいでしょ。いや2人おっさんやんけ。2人ともおっさんだからいいでしょ。マナちゃんワンチャンないかな。おまけのおじさん、あの誰がおまけ。俺あのお菓子のあたりや。録画してくれるおじさんいるからちょっとハメ撮り撮らせてくんねえかな。マナちゃんハメ撮り撮らせてよ。全裸監督連れてくからダメかね、マネちゃん。やるしかないな。明日帰っちゃうから100万マナちゃん結構金取ってくんだよね。マネマナちゃんマナちゃん2万ぐらいしか払えないよ。マナちゃんには頼むよ。マナちゃん5000とかじゃあかん。いやそれは失礼だ。失礼やな。おじさんこんな汚い汚れたおじさんを相手してくれるんだから不満じゃん。イケメンですやん。でもイケメンじゃないですよ、おじいちゃんですよ。いやほんまにおじいちゃん絶対ちゃうんだよ。ただどっち一緒ぐらいでしょ。おいくつですか。うん、フリップさんおいくつですか。僕はい53。嘘でしょ。嘘いくつよ。中途半端な。え、何もなんすか。俺は38です。今年今37。38だ。何ためため、うん、ほんと。あ、ていうか初めて顔見たら、うん、何ちょっとビップさんイケメンじゃね。ちょっと待って、ハードル上げるのやめてくれよ。なんか普通に見たらちょっとなんかちょっとトム・クルーズ系じゃね。じゃあのミスター・マリックとかの言われてんけど、うん、じゃあもう俺閲覧とかいらない。あのヒヨコの時で十分や、うん、ゆっくりでいい。ミッションインポッシブルに見えてきたんだけど。誰かや。あ、違う、タメやで。でも多分ほんまに、85年生まれ84、うん、なんでだから隠すの。別によく、なんでいちいち隠すの。あ、違う女の子いるところ、うん、で、あそこ入んないとダメでしょ。配信できないもんだって。あ、あっちできるよ、いけるよ。捕まえてきてよ、俺外にいるから。なんでやねん。1万5000まであるから、その1万5000で連れてきてよ。中入んなくちゃいけないでしょ、お酒飲むってこと。いっぱいぐらい、俺散々歩いてるもん。さっき言ったけどスルーされたもん、ルイさんに。さっきスルーしかたときになんか怖いよ、だってこんな人来たら。いきなしに、ごめんなさいね、いきなしに。あー、やっぱルイジかって、うん、鼻金で。だからマナちゃんが飲んでくれるなら行くよ、うん、マナちゃんどこにも帰っちゃったんでしょ。マナちゃんが来てくれるんだったらいくらでも飲むよ。くどいとか言うなよ、マナちゃんの悪口。あ、来たら飲んでくれるみたいです、はい、うん。家なら行くか。じゃあ家住所送ってよ。行くから。さあ、いいか、座る女の子いないんだもんだ。すみませんね、行きましょう。いや、もう帰ろうかな。ほんまに結構回ってたんでしょ、ずっと。あ、もう20周は回ったね。超疲れた。で、いい人だったビップさん。なんか思ったより最初超怖い人かと思った。だるがらみ。そう俺ちょっぱらな行き出しねえよな、うん、あ、おい、ルイジかっつって。そう、超怖かったわ。
すいません。いい人ですよ。小袋、小袋じゃん。夜中にサングラスがどすきやねんこれ。関西人特有の圧を感じるね。どつきやねんこれ。どつきサングラス。で、あの、なんならこれが目。見方ボルス言われてるな。うん。っていうのがあるから、あの、だからあの、僕の例のリスナーさんは怖いっつって絡む。いや、要はあの、また変なアンチ来るんちゃうかって。うん。僕のとこに。多分。俺のアンチ言っても多分聞かないでしょ。ワンチャンありそうだよね、マナちゃん。マナちゃん、やりまんじゃないの、マナちゃんって。マナちゃん、経験人数とか、ちょっと多くないの。ガールズバーで働いてんだから、やりまんでしょ、どう思っても。メモレーさんって誰だよ。メモレーさんって可愛いの。ワンチャンあるなら待ってるけど。メモレーってどこにいんの。俺が知り合いだから。マナちゃん東京来たら俺が売ってやるよ。メモレーかわいい。どこにいんのメモレーは。沖縄にいるの。国際通りにいるのメモレー。ない。マナちゃん配信やりながら絵描いてるだけでその絵が売れるようにしてやるよ。国際通り男かよ。メモレー怪しいなあの人。なんかあの人大丈夫かな。ちょっとかっこいいよ。かっこいいでしょ俺。来るかマナ。俺と一緒に東京行くか。明日一緒に飛行機で行くか。飛行機取ってやるよマナ。俺はなんで俺一緒に来てた。何仕事やってるんですか。そうそう仕事何やってる人。一つ目の仕事。人さらう仕事。えしちゃうわ。何が面白いなあの人。冗談か何が冗談のかよくわかんない。マナちゃんどうする。黒川ハイ作るか。なんか見つかる。あ、大丈夫です大丈夫です。なんか自販機あるの。自販機あるなら一緒に行きたい。ああ自販機探したいんですよ俺。喉乾いちゃって。あ、ほんま。うん、ねえ。全然気がしない。いや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 。ああ、これあのこっちね、あの国際通りってさ全部左側にしかないんや。いいな、うん、なんか立ちんぼみたいな女の子いるとこないの。はい、あ、あるある。ある。行く行く。おっしゃー、立ちんぼあるの。あるよ、うん、言ってよ早く。うん、いやもう最後に言おうかなと思ってよ。あの最後に言わないでよ。栄町っていうとこ遠い。ここから歩いて行ける。行ける行ける。ほんまに行けるってよ。来たよ。そう、まなちゃんいるから先に言えよな。あ、自販機もあるやん、そこに。自販機、うん、自販機ジュースね、選びたいのよ、なんかいろんなジュース。まなちゃん立ってる立ちんぼで。嘘やろ。嘘やろってなっちゃう。誰か知らんけど。誰か知らん。何のもう、あ、いいです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 。なんか怖いんで。なんでや。後でなんか、たかられそうで怖いんで。え、統一とか言われる。あ、投稿とか。これ、沖縄のコーラ。知らん、うん、俺も、うん、初めて見た、うん、そうなん、これ。なにこれ、大丈夫これ。なんか入ってんじゃん。ビンビタスーパー。まなちゃん、いじりいいよ。琉球コーラ、これ美味しいの。これ試してみたらええんじゃん。マナちゃん、いいですよ。僕自分で払わないと怖いんで。だからマナちゃん、これおすすめのジュースあるかな。これラムペット、これ怖い。普通のコーラがいいね、やっぱり。130円、普通のコーラがいい、ね、でっかいんだよね、俺これ飲みきれないんだわ。何が美味しいかな、これ。俺ドクターペッパー飲めない人なんだよ。これはガバとか。ガバ、うん、沖縄のね、シークワーサーとかガバとか。やっぱりこういうとこ普通の飲み物しか飲めないよな。もう定番のやつになっちゃうよね、うん、コーヒーとか。ちっちゃい飲み物でいいわ。ちっちゃい飲み物。あ、これもあるよ。販売機。販売機の端っこ疲れるの。どこ、自販機どこにあるの。あった。あるある。どこにあるの。本当に自販機ある。あっちにあった。あるあるある。多分あったと思う。ほらほら、適当じゃん。いや普通に
クリームソーダにしよう、クリームソーダ。アイスクリームもあるよ。コーラにしよう、普通のコーラ。暑いでしょ、沖縄。いや、全然涼しいですね。てか、マジっすか、涼しすぎでしょ、その格好。あ、暑すぎしすぎでしょ、うん、でしょ、うん、びっくりした、うん、いや慣れてないよ、まあ、大阪のあれ、東京のあれと大阪の人なんだよいや、俺のところ別にあれだから、リップ OK だから、リップ禁じゃないからいいよ、全然。よいしょ、マナちゃんち教えてよ、マナちゃんち行きたいわ、あさりたいわあ、ルートビアってこれやん、ルートビア。ドクターペッパーでしょ、ルートビアって絶対美味しくない。これも飲む？マジでまずいよ、マジでまずい、ルートビア。シップの味がするってみんな言う。そうそうそう、だからクレーム入れたからどうかと思う、前のあの沖縄来た時、沖縄来た時ほらね、ほらコーラ、これやると思ったわ、これコーラだいぶ爆発すると思ったわ。イサムシさん来てる。あれ、イサムシさんって誰だっけ。イサムシさんってなんか聞いたことあるな。あれあれ、イサムシさんなんかアカウント変えたね、顔変えたね。バクナギシさんのイサムシさんだ。ご無沙汰してます。この間ケピちゃん1位、ありがとうございます。ギサムシさんのおかげでキプちゃん1位だし、僕にもあれバカ投げして1位にしてくれたし、最強のバカ投げしさんだ。あ、もうみんな有名なんだ。これもう二度と飲みたくないね、このコーラやばかった。うーん、いや普通なんだけど、なんかやっぱいまいち美味しくないな、このコーラ。あゴミ箱がないわ、これゴミ、あのコンビニで捨ててこよう。いや、これね、マナちゃん悪くないよ、ちょっとね、俺のね枠ね、ちょっと荒れやすいの。俺もいてるからちゃうから、すいません。マナちゃんごめんね、普通のコーラなかった。今から立ちんぼに連れてくれる。そう、メモレーさん誰なんすよ、俺も知らないのに、ずっとなんかメモレー可愛いよ、メモレー男だよみたいな、なんかずっと変な枠なんです。なんだろうね、なんか安いコーラの味するね。安いコーラ、いや本当に実際安いんだけど、130円なんだけど、こう捨ててきますこれ。はい、捨てちゃってください、すいません。あ、おはよう、リーちゃん、おはよう。わかんない、カエルって誰だろう。リーちゃん、おはよう。嫁？嫁リリーさんっていうの？嫁リリーさんっていうの？俺？うん俺？うん、嫁リリーさん？違うよね、全然配信してない。おはようございますってなんか来た、リリーさんって人。いや、俺よ、いや、うちのあれは配信してないから。配信してないの？してない、してないの。僕一人で、あの、ひっそりと。お父さんになんないよ、まなちゃん。あの、きょ、あの、もうとっくに別れてんの。うん、今日ね、僕ね、あの、ルイさんのね、あの、ボディーガードしてるって感じ。早く立ちんぼ連れてってよ。立ちんぼだから、もうちょっと、あの、栄町ってとこがあるから、うん、ね、そこで、うん、まだ いるの？まだ立ってるの？立ってるんちゃうかな。もし立ってなかったら、俺のギンギンになったチンチンどうしてくれるの？俺がやるしかないやんか。うん、男気見したるわ、すいません、うん、立てるでよマネちゃん嫁ワンちゃん可愛いでしょ、嫁紹介してよ。いやいや、嫁貸してよ怖いわ、ワンちゃん嫁貸してよ頼むよ嫁借りるね、もし立ちんぼいなかったらいやでも近いっすよ、ほんまに。俺じゃダメなの、嫁抱かれたら、やっぱやだ。ん、普通に嫌でしょ。その間配信してていいからこれ使って。なんでやねんすんごい倍名できるよ。倍名にすまんわ、うん、リアルが やわなるわ。もうむしろルイージって名乗っていいから、今日から。全然嫌や、沖縄のルイージですって名乗っていいから。アンジしか来えへんでしょ。嫁貸してよ一回アンジしか来えへん、うん、絶対
俺もアンチがいるから多分こいつ沖縄のルイージの嫁抱かせたぞって売名のためにやばいぞ俺よ。みんなやばいわ。そう、人間は動物。マナちゃん分かってるね。マナちゃん分かりいいね。マナちゃんな、何も飛ばんようなる課金も感情のある動物園厄介。まあ確かに、なんかマナちゃん変わってる。マナちゃんどうかね、一回遊んでよ。今からお風呂行ってるんですか。そのいてるんすか。さっきそこら辺のあのね、ガールズバーの子だったんで、で、ま、私フワッチやったことありますって言って入れてくれたの。あ、ほんま。そう、あ、じゃあすれ違ってる可能性ある。てか俺がいたから多分、あ、みたいな。いやいやいや、でもほんと5時上がりだったから多分。あ、4時上がりかな。 YouTube ですか。あ、そうです。ラッパーさんですか。いやいや、ダンサーです。ダンサーさん、はい、有名なダンサーさんです。じゃないです。じゃないですよ。もうコロナのもう超大手なんで YouTube の。いやいやいや、違います。今2000人見てるんですよ、たまたま。ちょっとやばいですよ。ほんとです。ちょっと明るいところがいいな。あ、明るいところ。明るいと、あ、こう、あ、こう、あ、こう、あ、あ、そう。ダンサーさんだって絶対踊ってくれる。すごいよ。あるわ、嬉しい。ちょっと飲まれてるんです。ちょっと今飲んできて、もう帰ろうかなと。あ、じゃあバリバリもう今抜けるっていう。はい。わー、今これよ。なんか TikTok とか、あの、ついインスタとかなんかあったら映しますよ、はい、フォロワー増えますよ。2000人マジでやばいっすよ。2000人ぐらいいますから。ちょっと、じゃあ、はい、音楽かけていいですか。おー、嘘でしょ。来たこれ。うん、来るぞ。沖縄の人ですか。あ、僕東京、新宿の。あ、そうなんですね。歌舞伎町のルイジって言われてます。あ、そうなんですね。ルフィじゃないでしょ。何系がいいですか。ルフィじゃない。ルフィじゃない。はい、いや、 やっぱりレペゼン系が今人気ですから。え、あれ別に、あの、じゃあゴシゴシ、ゴシゴシいいですか。ゴシゴシ、ゴシゴシダンス。レペゼンのゴシゴシダンスって知ってる。ゴシゴシ、あれ反応が。いやいや、いいと思います。おーって言ってますよ。おー、来た、来るぞ。人ゴシゴシしてちょっと行きます。あ、はい、ただちょっと音が見つからない。いや、でも得意なやつでいいですよ。なんかゴシゴシダンスだったらもうすぐ、あの、今見てる視聴者と一緒にね。2100人が2100人お兄さんのダンス待ち。はい、あ、来ました来ました。いや、ちょっと音がちっちゃいかもしれないけど、ほら行こうか。皆さん盛り上がる準備できてますか。右手がこれで、左手はこうです。サビで行きますよ。古い来た、古い来た。いやいや、全然古いの、やらせて。一緒にゴシゴシやりますか。俺、できん。いやいや、簡単っす。右こうして、右。俺も、はい、来ますよ。ゴシゴシするだけで。あ、みんな行くよ。右手、左手、どうぞ。来た。まだ飛ぼう。来た、レッツゴー。ゴシゴシ、ゴシゴシ。ここからフリスタイルいきます。お、マジもんや。ゴシゴシ、できるか。そんなどうですか。すごいわ、本物だった。ね、最初ゴシゴシやったらちょっと怪しかったけど。ルイジ最高。ダンスしたら。ルイジ最高。もう一回みんなでゴシゴシ行きましょう。ゴシゴシ。かっこよかったよ。サビで行きますよ。ドンチ。ありがとうございました。ありがとうございました。マクラギさん、ありがとうございます。でもう一踊り行くんで。サビ前はクラップで。
最初はゴシゴシはいゴシゴシもう一回はいゴシ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 はいゴシゴシさあここからじゃあもうフリースタイルいきますねほらおらかんのな終わっちゃったんだけどありがとうございました以上ゴシゴシダンスでしたありがとうございましたすみませんみんな見てくださいいいんですかインスタとかフォローしなくて大丈夫です大丈夫ですかありがとう、はい、あー5000円のアイテム飛んじゃったありがとうございますおはようからのこんちゃありがとうございますあの LDH の EXPG っていうところで踊ってますいいんですインスタ大丈夫ですか本当、はい、めっちゃ震えますよ絶対いや、ほんまにあのやばいっすよあなんかもう沖縄に EXPG っていうのがあるんでありがとうございます来てくださいありがとうございましたすみませんありがとうございました頑張ってください嬉しいアイテム飛んだマジもやったねアイテム飛んだアイテムありがとうございますあのマナちゃん2万5000円まで出せるわ今日マナちゃん2万5000円まで出せるけどどうする行っちゃうマナちゃんアイテムいい無理かマナちゃんなかなかガード硬いねグラサン2機マジもやったな、うん、最初ねあのゴシゴシやってくれた時は、まあ、あれでもう俺終わりやと思って大丈夫かなと思ったけど行きましょう始まるからマナちゃん2万5000円で無理かねええもん見れたわええもん見れたねえ、うんうん、近いからね坂山ちってうん隣の人初めてだからいくら出せんのマナちゃんに俺、うん、正直1万ぐらい1万しか持ってないもん3万5千計3万5千出せるよマナちゃんマナちゃんダメかなあ超有名な人なんだあの人えそうなのマジでもっとバズんのあの人すごい人そうなんやエグザイルの沖縄校の先生うそやろ名前聞いたねなんか忘れたけど LDHP のなんとかって言ってあーなんか言っとってうんああで一丸さんとかああなんか名前ね言ってましたよねゴシゴシさんすげえ人、うん、沖縄ダルク出身の人そう実はこっち渡るとあーすごい人は名前はないなメモレーわかんないメモレーさんずっとなんか言ってんだけど誰もわかんないんだよ誰もメモリーさん知らないんだよ僕も知らないですよね、うん、これ渡んなくていいのあいやこっち渡った方がいい渡ってからあっちの方行くのあどっちでもいいですけどちょっと俺コンビニ行きたいんですよあコンビニ行きたいんだちょっとトイレ行ってさあ行ってらっしゃいそこのトイレでいいやないし立ちションしないやそこでほらはい、うん、もう疲れたマックスの講師疲れたもう俺マナちゃんとエッチしたらもうすぐ寝れるのにな今日はじゃあタッチションじゃないあそこに便所あるねダメもうマナちゃん俺のことも産んでくれないかね月10万払うからマナちゃん月10万で一生遊んで暮らせるよマナちゃんあとはマナちゃん稼げばいいから家も払っていいし黒革履いてんでいいし10万円であマナちゃん一緒に入りたかったじゃあねマナちゃんあとねマナちゃんイボチンなわけねえだろ俺じゃないよイボチンはイボマンならいるけどイボチンはいねえマナちゃんおやすみまたね配信やるとき言ってくれたら俺応援するから DM ちょうだいあおはようございますつばさんマナちゃんあのツイッターの DM からあのお風呂の写メ何枚かちょうだい裸ん坊の写メちょうだいちょっと
無理か。そりゃ無理だな。ん？どっち立ちんぼどこにあるの？早く連れてくんないと。もう行くから、ちょっと待ってよ。もう、うずうずしてる？もう眠くて早く抜いて寝たいよ、家帰って。最悪俺がもうやるから。いやいや、やっぱり嫌や。こっちにも選ぶ権利があるだろう。俺もや、一緒や。これあかんじゃん、歩きタバコ。歩きタバコ。いやいや、すいません。まあ大丈夫じゃない、わかんないけど。ルイさんはもう何でも OK でしょ。映さないから、ね、見てるもん俺、いろいろ。龍也の関係で。まだエミリー配信してんの？まだ配信してんの？寝てる？配信切った？してない。ああ、そっちはしてない。似たような感じの人いたね。さっきね、あの人からね、東山のライター貸してください言われて、うん、貸したの？貸した。貸して、うん、あのタバコ一本あげますからっつって、うん、これ俺もらったタバコ。へえ。そうそうそう。じゃあいい人なの？いい人じゃな。俺ルイさんの突者かなって初め思って、トイレ出た後に東山の来たから、はい、なんすかっつって。あ、もうまっすぐ行ったらね、立ちんぼあるんで。最高じゃん。あるけどもいてんのかな。映して大丈夫かな。まず大丈夫でしょ。落ちて俺知らないよ。いや落ちない落ちない、映すだけじゃん。もし本当に可愛い子いたら買うわ。帰るわ。そうそうそう、買う。お疲れした。それで解散で、うん。あ、入った瞬間にもう結構でも歩いてあるでしょ、もう、うん、昨日今日で。うん、なんかうまいもん食いました、沖縄の。うまいもん食べてない。ないか、沖縄に。沖縄にないかって、沖縄のやばいね。でね、あ、結局渡らなあかんか、あっちっすね。マジであっち行って右行ってって感じなんで。あっち行って右。はい。そしたら、あの、あさと流坊っていうのが、あの、あさと駅ってある、うん、それぐらい、信号。ちょっと待って、ごめんね。ああ、行ってる、ああ、いい。こっちは、俺のタワーマン。嘘でしょ。あーね、送ってくれたの。沖縄のリスナーさんとか。沖縄のリスナーさんいないですね。ああ、多分ね、そしたらこの土地勘とかこっちのターマンとか、多分ね、あのここ右行ったら、あの龍坊っていうところがあるっていう、沖縄のね、うん、あのとか、そっからの境町っていう。いわゆるあの松山とか行きました？行ってないんですよ。ああ、松山さん行きたい、行ったっす、松山。はい。ああ、行かん方がいいですよ、あんなとこ。はい。いや、なんかツイッター見てみてって来たから、ちょっと見たけど、よく分かんなかった。ああ、はい。すごいもんな、歩かして。いや、大丈夫です。絶対いるんでしょうね、ここまで歩いたからには。知らんけど。確実に。いてんちゃう？うん。DM しといたよとかなんか言うから。でも DM 来たらこっちつるんって出んだよ。ああ、確かに。アイコンでもね、5時。いや、多分行ってると。え、行ってないですよね、坂山。行ってない。うん、こんならじゃあ行ってるんちゃうか。こんな人いないところに立ってんの、ポツンと女の子。違う違う、こっちちゃうよ。もうちょっと明るいから。明るい。こんな違う、こんな暗がりのとこに女ポツンって立ってたらもうお化けじゃん、心霊じゃん。震えちゃうんだけど、うん、もう間違いなく連れてっていいっていう。連れてってもう待ってるんよね、うん、それを。こっち行ったら、あの、いや全然ちゃうから、あのこっちは暗いけど近道
こっち入っていって、うん、明るいところがあるんだ。明るいところがあります、はい、うん、僕も沖縄来た当初はそういったあの配信、ね、あの やってたんだ。ああ、そのね、観光配信っていう感じで、ね、立ちんぼとつまちしてたんだ、うん、立ちんぼとか俺やってないけどね、俺は、うん、でまっすぐ行ったらね、うん、ちょっと坂になるんで、うん、でもあんだけ歩いてるから大丈夫でしょ、ルイスさんね、うん、結構歩いてるから、うん、うん、東京ね、あの、うん、東京来たら東京も、ね、うん、盛り上がってますよね今ね。どんだけ裸になってもイボじゃさ盛り上がんないだろう。イボにマンコついてる女どう思う？間違えた、マンコにイボついてる。逆、あ、うん、イボにマンコついてる女どう思う？いや、もう気にしないわ、うん、気にしないか。俺はね、あんま気にしないけど、うん、そそらないだろう。止める気ないよ、好きにやってくれよ、恥ずかしいよ、ほんとみんなにイボ撒き散らかして。楽しいか、そんなに自慢か、裸が。どんだけ綺麗な裸でもさね、もう、うん、イボだらけてだけでもげんなりだよ。イボ映せって、垂れてるケツだろ、垂れてるケツに垂れてる乳。エーバー間違いなしや、エーバー間違いなし。エーバー祭りやね、あれでさ、俺がどんだけね、エミリってそそるんだよ、エミリって綺麗な裸んだよって言ってきてもさ、自分で晒したらもうおしまいだよ。ででーんみたいな、てんてけてけてけてんてんだよ。ほんと、あっち、もうこれが境町ってところ、こっち入り口ですね。はい、これは浅田駅のところ、中心街。あ、いるよ、なんかほら、かわいい。嘘でしょ、嘘でしょ、うん、こんなかわいい子が歩いてるの、沖縄には。ワンチャンあるってことあれ、ないね。でも、全然止まらないじゃん。垂れたケツ晒して何が楽しいのかね。ほんとだ、女の子歩いてそう。あれ、そう、あそこに歩いてるの一人で。あれは違う、あ、違う、あっちからね、中入ったところがその立ちんぼのゾーンがあるの。ゾーンある、あるけども、言ってよ、言ってよ。でもいいんでしょ、あの80歳とかでも。嘘だろ。嘘だろ。俺80歳でこの時間外に立ってるおばあちゃんいるってこと。俺年齢俺聞いてないから、それ誰でもええんかなと思って。それお前。それ立ちんぼじゃなくて徘徊だぞ。違う、徘徊してるよ多分。もう歯ないから多分気持ちいいと思うわ。ペロ、あれは徘徊だろ。立ってるよ、あれ多分。そうだけど、あれババじゃねえか、立ってんの。マジかよ。誰でもええかなと思って。マジかよ。立ちんぼって。あ、たまには俺らしいよ、あらなちゃん、若い子も。こういう子がいいわ、若い。ああ、らなちゃんみたいな子がいいわ。いるんちゃう、いる、もしかしたらそこら辺にいる。うん、らなちゃん立ってる。いや、土曜日やから。うん、立ってんちゃう。うん、もう待ち構えてるよ、あのルイーズさんに。うん、早うもうぶち込んで。はい、どうぞ。で、こっちはなんか、あの、また。あ、ラナ東京今度遊んでよ、ラナちゃん。一緒に配信やろうよ、 DM してよ、ラナちゃん。いや、エミリより可愛いかんといっぱいいるよ、そこら中に。もう目がね、それはね、洗脳されてるよ。ワンちゃん病気もない。 ありがとうございます、イサムシ。イサムシさん遊び連れてってくださいよ、一緒に。ケピちゃん姉妹と遊びたいよ、あの美人姉妹と。ヒサムシさんと、いいとこないよ。あのさあね、俺がどんだけエミリをね、こうやって立ててね、エミリはすごい素敵な体なんだよ、スタイルいいんだよって出てきたのにさ、自分でさ、あんな垂れ乳、黒乳首、垂れ尻、コンジローマ、イボ全部出しちゃうんて、もうただの豚じゃん、あれ。かわいそうだよ、ほんと俺が。よくあんなのとね、結婚したって言われちゃうよ。俺が笑われちゃうよ。うん、
つって落としてるのだ。自分で裸見せてんだもん。落としてるもクソもないじゃん。上げてるも下げてるも自分で見せちゃってんだから。そこであの言っていいですか俺。何、まあ、おせっかいたい。今から DIY すんのお前。うん、言ったら沖縄のあれ有名なとこ。ああ、俺が立ちんぼ買ってからでよくねえか。どこにいんな立ちんぼ。幻、俺お前ん家にまで送ってきたの俺。ちょっと待ってや、呼んでないわ。呼んでないんですよタクシー止まっちゃったけど目の前止まっちゃう。呼んでないわ呼んでないわ。いいよ買ってきなさい早く。もう疲れた、帰りたい。分かった分かって、ここにいるから絶対。え、何がこれ。場所場所、この、間取り図みたいなやつだから。何なのこれ、この間取り図写して何なんだよ。だからこれで、この辺をちょっと、理解してよ。どこに立ちんぼいるとか書いてないじゃん。こんなの見たくないんだよ。あ、それからこれね、交番あるから、立ちんぼどこですかって聞いたら多分教えてくれる。暴力団追放。ちょっと待ってくださいあ、裸で配信してろよ勝手に。あの裸見てみんなそそるかい。イボついた裸で。あの本当ラナちゃん遊んでくれるの。いつでも普通に遊んでよ。黒川ハイツ来てくんない。黒川ハイツ来てくんない。黒川ハイツでいいよ。もう何でもほんとなんかもう自分から崩壊していっちゃうんだよ。しょうがないじゃん。もう俺には止められないね。嘘こめ子持ちじゃないだろ。いいよもう見たらは好きにやってくれよ。もう裸でイボ映せって言ったけど、みんなイボ見せろ、イボ見せろって言ってやれよ。かわいそうな女なんだよ。毎回だよこれ、喧嘩するたびね、え、なんかしら事件やらかして。いや、エロサイトでは輝けないね。もっとさ、エロサイトはさ、乳首が綺麗な人がいいよ。歯のホワイトニングより乳首のホワイトニングした方がいいんじゃない、ミリさんは。晒せよ勝手に。乳首晒せ、イボでも晒せ、好きに晒せ。しょうがないよね、自分がやったことなんだから。何でもやってください。山ほどいるよ。筋肉がないよね、そもそも。筋肉やったらさ、ね、もうちょっと綺麗な体なのかもしれないけど、もう毎日家で寝てるだけだから。家で寝てて酒飲んでね、筋肉ね、アルコール飲んでるとさ、筋肉が落ちちゃうじゃん。乳首さらせ、乳首さらせね。首も晒して、イボも晒して、醜態を晒せよ。ルイスちゃん、はい。なんで俺にお酒飲ませようとするんだよ、バカ。じゃあ、いや、もう。うちには妊婦がいるんだから、お酒なんて飲ませるんじゃないよ。じゃあ、あんた関係ないでしょ。どれ立ちんぼなの。まあ、どれた、じゃあ、あれじゃん、もう警察にあげなよ、それ。お酒あげてきな。どれ。ちょっと待って、こっち、一応もう境町って言ってね、一応ね。ほんで、ここ左入ったところがこの、もうそう、この階、これマジで。マジ。あのおばちゃんとか行けるってこと？え、これほんまに、うん。そうだろ。大丈夫なの？これほんまに一応、そうそう、うん、一応本当に。と、うん。この辺がもうそういうあれ。うん、教える教える。うん、これこういうところ、2階とかの旅館よ。5000円とか。
レットは若い子とか立ったりしてるから。なんてなんて。シルエット若い子とか立ったりしてるから。いや中にはおんねん、結構。中に一回中入んないといけないのあれ。いやいや、要は若い子いてますかみたいな。あのおばあちゃんらは。ただ受付だけってこと。受付で若い子は顔さらしてくないから。じゃあ行ってこれるってこと。もしかしたら行って要はいますか。聞いてきていいの、じゃあ持ってくんない配信簿。俺行ってくるか。ちょっとごめん開けてほしい。オッケーです、すいません。じゃあ俺行ってくるわ。見てくるわ。どうしたらいいの俺は。ここで待ってて。うん、あっち移すと怒られるでしょ。ここら辺なのか。あ、オッケーオッケー。ちょ、俺関係ないよ。ね、ボディーガードです今日は。ほんまに言ってるわ。ほんまに言ってるわ。映したよな。いやダメやろ。でも映したこれ飛び出し位置みたいなとこや。栄町。国際通りからちょっと中入ったところ。じゃあ、ほんまに。あいつのルイージ。どうやった？おらんかった？え？オッケー、じゃあほんならまだ、あるから。嘘つきだの？嘘つきちゃうわ、ほんまにあるって。うん。ここあっちじゃない？あっちやし、違う。あ、ここ。ちょっと、そう？はい、ルイさん、はい。警戒されるから静かにしてよ。な？声が大きいんだよ、警戒されるよ。せやされる。うん、そうな。静かにさっと配信してない。ほんまに母さんじゃクソやな。はい、クソです。ちょっと待って、ごめん、タバコ吸う。ちょっと一回。ありがとう。こっちもそう、うん、だから時間が遅いんちゃうこれ。もう人がいないってこと？そうそうそう、ほらもう真っ暗やもん。朝方だしね。うん、時間がもう。昼間だったら可愛い子いた？一回も来たことないの？いた。うん、ないないない。うん、あるけど、うん、止めろよ、レギ、かわいそうだろって。自分の嫁がさ、ね。うん。ね、泥酔してさ、裸になっててさ。うん。それさ、俺に止めろって違うよな。まあね、勝手に泥酔して酔っ払ってさ、裸になっているのが悪くね。まあまあいろいろあるよね。自業自得じゃね、うん、それ俺が助けるべきなの。それは賞味難しいとこあるけど、まあ散々酔っ払って俺の悪口言ってたんだよ。あ、ハートありがとうございます。ありがとうございます。ごめん、一応こっちがその通り。この VIP さんさ、さっき見たけどゴールドプラスだったじゃん。落ちたよ俺プラスだから。なんか多分VIP さんさ、なんか囲いがついてるってことでしょ。多分閲覧さそんなないわけじゃん。それなのにそんな強い囲いがついてんの。うん、いやモテるんだよね多分。いや、VIP さんにはすごいいいところがあるんだと思うよ。今おらんよ、俺イベント出てないし。一応この通りがあれ、うん、さっき言ったそういったの立ちんぼっていうかの。いないね誰も。うん、多分おらんじゃん時間的に。もあれでしょ今。うん、なん6時ぐらい。6時、近いね。うん、もう疲れたじゃん、ルイさん。疲れた、もう。ホテルは、ここでやるじゃん。うん。うん。
俺もそのまま帰るから。ビップさんも、うん、ありがとう。コメントしないよ最後みんなビップさんのこと。ええてよ俺。フォローしたいと思うよ。俺もフォローしたいしビップさんいい人だったわ。ビップさんなんか。全然、うん、勘違い。ね。初めでもあれやったね。おい、いや お前。俺大体そうだから。大体最初はなんかあの塩対応だから男の人には。じゃあほんまにね。うん、初め、うん、すみませんねリスナーさんね。あの、うん、俺あのルイさんと一回すれ違ってるんよ。その時に、おい、まあ、ルイジかっつって。あめっちゃね、あうわ超怖い人来たと思う。あ、違います、ダダですって言って逃げた、うん、どんまーい。すいません、あの、えブロック。あの、あれだから、あの、NG に引っかかったから、ね。あ、なるほどね。うんうん、すいません、あの、ルイさんのリスナーさん。申し訳ございません。ちょっと、あの、倍名ちゃうんでね、俺ね。中田さんが見てくれたら嬉しい。カリスマに会長が見てくれ、会長知ってるの。いやいや、ふわっち一応さすがに8ヶ月やってるから、わかるよ。8ヶ月しかやってないの、まだ、逆に言うと。5月から。カリスマじゃん。5月3日に初めて。からゴールドプラスになるってすごくない？プラチナまで行って。10月、マンスリーの月に1回行って。うん、すごいわ。イベント出ないとな、俺もな。あれどうやって戻るの？渡らない。渡らない。全然道覚えてないから。また出かけるの。いや俺落ちんだよ多分。女性じゃないです、男性です。なんで投げ師さんいなくなっちゃったの？いないっていうのもあるし、あのまずあのやるのあれもある。俺イベント今出られへんのよ。なんで？いろいろあって、うん、1ヶ月間俺も、うん、あ、なんかバンになったの？バンではないけども、うん、ではないんやけど、うん、いや、まあいろいろ、うん、あのリアルなこと。そう、女性のみて、そうなんですよ。これ女性のみて来てるのに男性来ちゃったんですよ。だいたい山さんとバブスラー。いや、いいですよ、もう。また好きにやってくださいよ。あ、いいよ。あ、184入れないでよ。スーパースターが来たわ。なんでわかんの ?184 入ってるのになんでわかんの？入ってたね、今ね、うん、なんでわかんの？さっきアイテム投げたってどういうこと？あーね、エミリに枠なアイテム投げてたの。ほんまやな。あ、違うか、ルイさん大通りが。さっきあのこっちの筋道から今行ったから。あっちの道も面白いな。いや、そんなもんおもろないけど、うんうん、まあもう別にね、うん、近道しないでいいでしょ、あっちから、うん、あ、ここでアイテム投げてたんださっき。あ、なんか184ついてたから見えないのかと思ったけどね。え、ついてたねさっきね、うんうん、謎だね。俺バラしてないよ184ついてた。みんななんか、うん、え、オリオいらんの？飲んでよこれ、うん、映して大丈夫ですか？これあかんの？映しても大丈夫だけど、うん、これ。なんで見せたいんだよ、俺飲んでんだっつって。どんだけ飲酒アピールしたいんだよ。おもろいわ。ごめんね、はじめ。いやいや、全然大丈夫です。仲良くしてください、ほんと。仲良くはしません、うん、アンチ来そうなんで。ないよ。そうですよ、いい人ばっかりなんだから。いや、リスワンなんかね、全然明日なんて、今日なんて配信しないよ俺。もう東京帰るだけだから、ま、そう、だから俺別にもう家帰ったらもう何も配信しないから、引き継いでなんか沸かしてくれればいいのに。いやいや。なんでよ。じゃあじゃあ、いつも来てるいつねんって俺や、うん、がなんかコメントしにくいって言って、うん、もうグイグイ行きゃいいんだよ。もうひよこんだけでええよ、リアルの方が優先やから俺、うん、王子にイライラしたっていうか、タバコの宣伝されるとうざいよ、みんな配信者は。いやいや俺は、うんうん、ほんまに、うん、で俺は配信つけてないもん今。誰々の枠が盛り上がってる、誰々の枠なんか始めたよとかうざいよそれは、うん、誰でもそうじゃん。もちろん煽られて行ったっていうのはちょっと事実だけど、ね、あの国際通りに今あのルイさんいてるよっつって、うん、あ、そうっつって、うん、前に行ったら健之介選手っていてるでしょ。あ、沖縄来たんだっけ。うん、へえ、
来て、その時に俺あの一回あの突入行ったん。あれなんか最近最近は変なところで配信してた気がする。あの波の江ビーチっつって、あの海のところでね、うん、で行ったらもういいんかって、もういなかったんよ。で俺いきなし行くからコメントしてから行った方が、突入行っていいですかみたいな。もうやだな、配信者だったらそれは行くでしょ別に。言わんでも、いやいや、テロリスト、テロリスト、テロリストやで。さっきも俺だから、いきなし俺、おいお前ルイージかっつって、すいません怖いよ絶対やからやと思ったやろ、知らんぷりしようと思ったいや違いますって言うから、はっつって、いや配信見ながらの行きないよって言われて、これ VIP さんだって、 VIP さん、配信者のコメントしてくんないんで、 VIP さんコメントしてくれればね。みんなアンチが通知だけ取ってボロッカス言いに行くの。いやや、お前かこの間来たのっつって、絶対嫌や。大阪のあいつと同じ匂いがする、山田系ってこと。でもほんとこれをきっかけに、うん、ねえ、なんか山田もそうじゃん、なんか、ああ部長、山田部長も、ああ、耳にしたことある。そう、なんか俺がちょこっと遊んだ女の子でコカボムちゃんって子がいて、うん、そのコカボムちゃんに俺がね、なんかちょっと遊ばなくなった時に、うん、コカボムちゃんの閲覧に売名して、うん、そっからなんか山田あれだもんな、エンジンかかってさ、いろんなところ配信しに行くようになって、一気に、あ、イキちゃんとかも行ってるよね。そう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 、エンジンかかったから、何かきっかけがあると多分スイッチ入っちゃって、配信者の人面白くなって、ああ、うん、スイッチ入るってことか、全国ね。そうそう、俺もあの、まあ、あのコラボとかやったら、これのね、あのコラ、こういうリアルじゃなくてね、うん、やったらあのイキリストとあのゼロワンのとこ行ったりしたけど、うん、っていうかこれなんで、うん、ルイージが一番悪いよって184でこれコメントしてんのに、うん、NG ワードになってるじゃん。みんなワンワンだって分かんだろこれ。なんで？なんで分かんの？なんでこれ？なんであれなの？184使ってんのに、うん、アイテム投げてるからそのコメントは読めないけどハートは分かる。ああ、それでじゃあもうこの人ちゃうかっていうあれじゃない、あこの人ちゃうっていう、この要はあの要はハート投げる人、花火投げる人とか、KP 投げる人とか。だってワンワンわざと俺言ってないのに見えてるってワンワン名前、お前騎士、あの確かに NG、184で普通にアイテム投げないでコメントした方がいいんじゃない俺も逆に思ったわざとやってんのこれ。いや俺がスーパースターって言ったらスーパースターだろ、元祖。あ、ハートは見えるんだ、うん、あ、ハート見えんねや。あねえ、ブロック解除なんて俺はもう結構前にしてたから。また東京行って沸かすの誰が？いや、俺が？あなたが沸かせんのかな。俺だから分かるでしょ、俺って結構巻き込み事故が多くて巻き込まれ事故が多くて俺自身は別にあのなんか変なことしてないのよそんな嘘や、本当だよ本当だよ、絶対嘘やほんま。うん、こういう風にプラーってなんかダラーっと生きててそしたらなんかなんかそう気づいたらなんかぐちゃ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 、あ、じゃあそういうあの人生なんよね、うん、そうそう嘘だろ、そう本当なんだよ見えてんだってよ、ハートは見えるらしいよ、だからわざとらしい、わざとに見えるらしいよみんなから。俺言ってないからだって。いや言ってないね、確かに、うん、それは俺も聞いてるから。そう、184でコメントしてんだけど嘘だろって言ってる見えてんのかよ。いや、パルパルさんニュースなんてもうあんなネタじゃん、あんなんでいちいち切れてもしゃあないじゃん。仲良くね、もう分かるでしょ、あなたが一番見てて俺がどんどんもう顔も体も性格もボロボロなの分かるでしょボロボロだよ。なんかもうもっと黒川ハイツが自由だったらよかったよ。なんかね、みんな遊びに来てくれてたじゃん俺ら、ね、ワンワンもさ顔広いからさ、ワンワンがむしろ呼んでくれる時もあったりさ、もう今はダメだよ、もう地獄だよほんとあれ足湯やで、足湯、足湯、うん、
入っていいよ別に。こんな冷たい足入っていい。いやごめんマジマジ。負けた喜び。この炎上を荒らせに来た。今日はね俺あのボディーガードしてるからあの、ね、ルイジ君来んだよねルイジさん。なんて言えばいい。ケンちゃんって言うんで。ケンちゃん。うん。ケンちゃんの意味わかんない。ケンちゃんか小屋ケンで。あ、まあまあまあ、うん、そしたら俺なんて呼んだらいい？ビップ君のこと。うん、じゃあもうそれでいいよ。やだよ、名前教えて、本名教えて。いやや本名教えて、全部フルネームで。勘弁してくれよ。俺教えたんだから、小山健二。いやもう言わねえで、小山健二って教えたんだから、教えてくれよ。うん、合ってるよ、ビップが本名。うん、VI があのあれ、あのどこがビップなんだよ。そのうち帰るから待ってなさいよ。みんな髪型メイクしたのがついに。あっちなの？うん。あっち？あ、じゃあ俺もこっちで、あの送ってけよ俺のこと。わかったわ。国際通りの端っこまでよ。端っこ？うん、どこ？あっち？国際通りの端っこ、あのエディのところの近くなんで。そうだよ、あの端っこだろエディってもう。違う、パレットコマンジのとこまで。うん。車で来てんの？ちゃうわ。あ、タクシー。来れるか、あの、うん、酒飲んでよ。うん、タクシーで来たよ。いるって言うからもう、あ、行けって言うから、うん、分かったわっつって。いらんこれ。うん。あ、ほんまに。あ、なんかのエナジーとかいる？大丈夫です。あ、そうですか。じゃあお前ってな、俺もね、これこうやって配信つけたらいいけど、いやもういい。つけなよ配信。絶対嫌、うん、俺切るから。嫌です。盛り上がるよ、ルイージのことストーカーしろって。どこ行くかつけろつけろって。絶対嫌や、うん、ってやな。今日はボディーガードや俺、ただの、うん、これ物騒やからね。これなんか女の子のいそうな声しない？これいるよ、いっぱいいてるよ女の子。なんであんなね、うん、70のババアの立ちんぼのとこ連れてったの。マジやばいんだけど。ちゃうて、立ちんぼ連れてくっつってさ行ったんだよ。そしたらさ、70のババアが座ってんだよ。いらっしゃいませって言って、おばちゃん若い子いんの帰るのって言ったら、いやうちらそういうことしてませんって言って。マジやばいわ。俺な、誰でもいいと思ってん。殺されるよ、東京でそんな冗談やったら。やばい。おかしいな、ちょっとひどかったよ、ほんと。じゃあ俺、誰でもいいと俺思ってんやん。だから別に俺聞かんがって、70でもええやろっつって、5000円で抱ける立ちんぼいるからって連れてかれたら、70のババアいたんだ。すいません、コラボ相手間違ってて申し訳ないです。なんかマジで疲れたわ。朝の6時前にやるボケじゃないよこれ。ああ、ええわよ。10時11時だったらまだ面白いけど、夜のね、これ朝の6時にやるネタじゃないよ。ほんまにあの、じゃあおるって、実際多分、うん、やけど、言わんから別にあのもう80でもね、90でも100でもええんかなと思って、うん、この人誰でもいけんのかなと思ってんやん。絶対俺アンチくん。いや俺は寝るね、帰って眠いよ。大してお腹も減ってないし。飯食ったんでしょ？食べた。あの、なんだっけ、うん、あそこの何、松本だっけ、松、うん、祭りや、ま、あの、なんとかしら、あの風俗があるところに。松山、そう、松山の、うん、なんだっけ、なんとかつけ麺っていうの、東郷とかなんかそういう。あ、全然美味しくなかったね。まずいでしょ、多分、うん、じゃあまずいん、沖縄の。なんかあそこが一番美味しいよって言ってたけど、うん、東京のやっぱつけ麺の方が美味しいね。全然ちゃうでしょ、うん、しょうもないでしょ。郷土料理食べたこっち。郷土料理ってか言うから、防衛食べ。まあ、あのそうめんチャンプ、なんかリスナーさんで美味しいっていう居酒屋連れてくれて。あ、うま、刺身もうまかったけどね、なんかうまいか刺身。別にまずくはなかったね。ほんま、うん、てかあのうん、ちょっと九州醤油混ざってるよね、なんか沖縄ちょっと甘いよね。ああ、まあ福岡とかね、うん、甘、そうそう、甘醤油ね、うん、だからまあ少し普通にそういう刺身でも美味しかった、うん、え、初めて沖縄来る？
まあ、一回だけ修学旅行で来たことあるけど。ああ、それ以来。それ以来。あ、ほんま。いやね、沖縄来て関西人に絡まれた。うん、まあ、あんまり。でも、ありがとう。なんか、やっぱり一人だと寂しいから、一緒にいてくれてよかったです。いやいやいや、こちらこそ。一人で、うん、うるっといてるって言うから、うん、何してんのやろと思ったよ。ねえ、一人だったら寂しかったよ、うん。悪口しか言ってなかったよ。ディップさんのおかげで、なんか少し心が保たれたね。うん、で、多分ね、あの、アンチが多分俺に来るんやろうな。もう嫌やわ。もうアンインストールしようかな。2300人近く見ててくれるからね。1280人。だから、うん、だから俺が株上がったよ、ビップさんの。いや、俺がほんまコラボする相手ちゃうね、うん、こうやってね、リアルとして。だからほんまに失礼しました。だからコメントした方がいいって1回ぐらい。誰が？俺が。うん、もったいないよ。ビップさんの配信見たいって人いるよ。どんな普段配信してるんやろかって。いや、俺別に大した配信してないよ。だってミュート配信よ。閲覧少ないのにプラチナだったらしいよ。絶対なんかね、愛されてるよ。なんかモテる何か秘訣があるよ。まあ一時期の話、それはもう今イベントもう出られへんから俺は今。だから今あんま気にしてないわ。いや、でもね、こうやってなんかまあね、どうなしたこれ。タトゥー入ってるから。ああ、そういうこと、うん。疲れたでしょ。まあまあ疲れた ね。いい運動したよ。結構歩いたね。もういいね。エミリさんはね、破滅の道向かってるから。みんなね、しょうがないから。わざわざ人に言うことじゃないよ。リスはなんか狙ってないから。ただ本当に家に帰りたくなくて、なんかね、付き合ってもらっちゃったよ。でもいけるでしょ、リスワン。リスワンとは別に狙ってないの。そう、うん、取れたらラッキーぐらい。ああ、取れなくてもしょうがないみたいな。また次の日やればいいやって話。いや、1万のためにそんな頑張りたくないよ。疲れちゃうよ。あ、そっか、1万やったっけ。そうそうそう。でもナイスとか多いでしょ。ナイスとかも、ね、あ、でもあれか、ナイスとかもね、うん、そう、大手の人がさ、ね、かっさらうから、ね、これこれ、あれはいいよ。どうせ生きてるよ。本当、俺も本当にそう思うよ。ね、みじさんはね、福岡に戻った方がいいんじゃないかな。なんかもうちょっとね、一からやり直した方がいいと思うよ、心。もうちょっと人のことを思いやれるように、もうちょっと人に気を使えるように、わがままじゃなくなるように。ええこと言うの。言っていいことを、やっちゃいけないことをね、全部。だって俺は尽くしたでしょ、頑張って。ルチさん、タバコ吸わん。吸わない。あ、ほんま。あ、ごめん、吸っていいやつ。俺、じゃあどこを変えたらいいのよ。あ、ごめん。結婚祝いじゃないですよ。あーね、これは煽ってますわ。お犬様が煽ってますわ。俺だってさ、そんなさね、人生を台無しにするようなことしてないじゃん。ならみんな遊びたいでしょ。元気出せや。疲れてるだけ。よし、このまんま、このまんま VIP とはお別れだな。 VIP が消えたから。 VIP じゃあな。もう二度と会うことないと思うけど、 VIP と。
だね、子供だ、うん、子供を産めるようなね、多分精神年齢じゃないよね。我慢できることできないし、我慢しなきゃいけないことできないし、いや、俺はだいぶ我慢してたでしょ。別に、っていうか子供のために害になることしてないし、タバコも別に、酒もね。エッチしてないじゃん今日だって。普通にただ、ま、風俗店の方見に行ってさ、街並み教えただけじゃん。だからね、あれ DV される理由がわかるでしょ。どうも俺がいない時にさ、裸でしさ、ツイッターやる人とかさ、ね、一緒にいたらどんなことするか想像できる。あんなね、70のね、なんかみんなが縁切れって言ってる人に連絡取ろうとしたりさ、ね、そういうの大好き、あっちの世界戻るってさ散々言ってさ、それが日常の人をさね、もう殴る蹴るされてたらさ、こっちだってやり返したくなるの分かるでしょ。ね、食べてるもんぶん投げたりとかさ、もうひどいもんだよ家が。家庭内崩壊だよ本当。疲れちゃうよ。今日だってさね、何が原因だったか分かる？最初の原因を知ってほしいよ。シュリちゃんはいいよ。シュリちゃんはね、もうエミリからも嫌われてんだからね、あのもう何も言及しない方がいいよ、こっちの関係に。本当にシュリちゃんがね、本当に友達だと思ってんならね、晩中でも遊んでやれよ。絶対シュリちゃんと遊ばないと思うよ。フワッチでさね、もうエミリに利用価値ないじゃん。それでもエミリと遊ぶの？エミリのこと友達友達って言うの？黒川ハイツ遊びに来るの？絶対来ないと思うけどね。偽善ぶんなって言っとけよシュリに。性格悪いよ本当。もしかしたら周りだから、そしたら謝るよ、ごめんねって。だってさ、そもそもさエミリーがさね、あの友達いらない人じゃん。お前暇人かよ、帰れよ。うん、ルイージの後もつけると思ったやろ。いやいや、配信つけるならコメントしなよ。つけてないよ。なんでつけないのに、もったいないじゃん。好きなの俺のこと。あ？え？溜まってんねやろ今。抜いてほしくないよ。お前には。黙れよ。なんで来んだよ。ちゃんと見張っててんよ。枠つけて、枠つけるか。やると思ったやろ。コメント、いややると思ってないよ。うん、やらないのがお前だろ。そう、やらない。コメントしなよ。コメントするの？なんですればいいよ。リップだよって。フォロー通知よろしくねって。いや俺もフォローするからありがたいよ。ボディーガードです、すいません。あのルイズさんのね、あのリスナーさん、リップだよって。後ろからどうこうやってね、見てるから。俺のリスナーなんていないから、みんなもうただのあれだから、冷やかしの人だから。なんで俺のことは応援してくんないんだろう誰も。応援してや俺のこと。してるやんか。みんな爆投げしてや俺に誰か。でも爆投げしてとかさったら終わっちゃうね、ほんまにね。何が？俺もそうやけど、だからもうラングとかもいきなりいなくなっちゃったら。うん、一人に頼ってるからだよ。そうよ、うん、一人に頼っちゃダメなんで、いっぱいみんな。いやいや、分かってんねん。ちょこちょこ媚び売らないと。いやもういいや。もうなんかもうあのね、いつめんなら喋ってるから楽しいわ。初コメでさよならマーさん。ブロック初コメでブロックマーさん。
エミタロよりこいつブロック、なんか映画にしたいわ。でも初コメで、それを初コメで A 版、俺逆 A 版あ、まあ、逆 A 版ね、逆ブロック、さよなら初コメでブロック結構あれだね、うん、ね、うん、お前あれやな、コラボする相手間違えたな、なんでだよ早くコメントしないよ、VIP さん、みんな待ってんだから、まあみんなあれだよ、もういなくなっちゃう、逆にブワーってなんかアンチ来たらドランすんねん、俺はいいだろう、アンチが楽しいんだよ、わかるよ、うん、その中に一人か二人ね、仲良くしてくれるようになってくれて、だ出ないもん、ね、アイテムくれてありがたいだろ、まあ、ちょっと待ってよ、出る今、何が俺のことブロックしてるってことしてよ、まあ俺の枠見たこともないくせにね、あるってよ、ほんまに、こんな慣れ慣れしいんだよ、竜也慣れだよ、どれやこれ、これ名前も知らないの俺のこと、知ってるけど、うん俺フォローも通知もしてないじゃん、してないけど、全然俺のこと好きじゃないからこいつ人違う違う違う、よく来れたよね、こんな慣れ慣れしく、じゃあね、竜也の関係で会えたの、うん、今日インターするとかで昔、どれこれこれこれどれや、だから教えて分かるだろ、ルイージっつったらそれしかないんだから、それだろ、これか、うん、いいよ怒ってても、あんなカス趣味なんかもう相手にしてないよ、イケちゃんってヨッサンと絡んでろよ、ハグってるよ、音量下げなさいよ音量ゼロにしなさいよ、隣にいるときはこれでハグっちゃうから、いや配信見てなかったね、だって俺のこと、あルイージーって言って、あダダですって言ったら、あそうなんやっ って配信見てないから、こうスーってすれ違って、いけちゃうか、おいっつって、うん、普通配信見てたらルイージーさんですやんって言うじゃん配信見てないから、あそうなんすねってスルーしちゃう、そうそう、うん、いきなりほんまに言ってから、おいお前ルイージーかっつってコメントだからしろって言ってんだよ、コメントしてねえだろ、アイテム送ったやん、今アイテム投げてくれた、嘘、投げたな今、全然気づかない、ああこれね、ふわっち横丁やったことないんだわイベント出てないんだ、これ VIP さんだって、残ってんねや、見てみようぜみんな、わあなんかプロフィールがしょぼうっさいな、しょぼプロフィールだわ、それはお前に比べたらな、しょぼいわ、いやちゃんと書かないから、書かないな、ツイッターとかもねちゃんと作って、あ俺ツイッターもできんねん、俺 LINE はできるけど、ね、どうした、なんかいるじゃん、頑張ってみるか、最後ちょっと見ようか、せっかくからの朝方が重いから、追いつけるか、あれ朝方が重いるかな、追いつけるかな、疲れた追いつけるかな、あれじゃあ、青信号やな、ここはなんかすごいセクシーです、そう、あのちょっとムチムチしてたな、俺多分うつらめ、なんなんすか、タイトル本当な、本当だろボディガードに、お前がダルガラミするじゃん、そしたら俺が助けるから、行け先に、ちょっとダルガラミしろ、そしたら俺が絶対助ける、お前責任持てよ、あのうちのもん、分かった分かった、俺が、やめやめろ、女の子が嫌がってんだろ、離れろ、二度と彼女に手を出す、ちょ今俺が今話しかけたよ、二度と来んな、あっち行け、誰お前、えいお姉さん、 あの人危険な人だから、あの人、俺が絶対守る、急がしていいですか、あすいませんでした、ビップさんさ、なんかもっと悪者ぶってくんないと、
なんか中途半端になっちゃうから、どうせ絡むならこうグイグイって欲しかったね、ビップさんね。なんかもっとこうグイグイってくんないと、いややめろよってやってもビップさん、女の子があんまり嫌がってなかったから。言ったよ、俺が言ったらあかんてよ、一発落ちるから。あ、こね、落ちか、こっちか、あ、どっちがビップさんか。おお、勘違いすんな、こっちや、こっちか、あのじじって、あ、いやいや、すいません、ビップさん、ねえどっちだこれ、どっちがビップさんだこれ。いや、あ、こっちだ、うるさい方、こっちだこっちだ、おいビップさん、こっちだ気づかなかった、近く歩いてるから分かんなくなっちゃう。間違えたんだよ、お酒飲んでるから。ビップさん、あの人もお酒臭いし、匂いで言ったらどっちも一緒だよ。ああ、多分ルイ、まあね、ルイージは間違えてん、間違えちゃったなんかさ、俺疑るみたい。女の子なんかさ、お感情なかったね、魂抜けてたよね。あれちょっとあれやんな、あ、なんかもう飲みに行った帰りです、メンヘラ持ちちゃう、うん、魂がなかったね、なんか全然話しかけてもずっとこうさ、じゃあ俺なんかしか見えてない、うん、俺らにしか見えてなかったってこと、うん、あれ、お化けだったってこと、あれ、あ、死んでる人や、死んでる人、うん、実は、うん、年齢は関係ないでしょうが、俺らも死んでるようなもんやん、俺らも死んだよ。だからお互いに見えてるってこと。そうそうそう。俺らももう死にかけだから。だから同じ枠にいて。そう。だから声かけて。そう、同じ世界線らしいよ俺ら。うん。そうそうそう。だから見えんねん。うん。だ、普通の人は見えてへんわ今の、うん、このあれは、うん。誰も見てない。誰も見えてない。うん、そうそうそう。おる、よよよさんおるよ。どれ、行さん、ほら前にほらおるやんか、ほらいっぱい、あれは無理でしょ、10人組の女の子は無理だよ、金かかるな、金かかる、一人に絞ってください。危険だよ、怖いよ、やめてよこういうおじね、あのおじさん怖くなかった今、怖いよね、このおじさん、スパムです。これ YouTube じゃない、違います、一人だけでもなんかあの今日遊んでくれる人いませんか。大丈夫、大丈夫です、ごめんね。あ、だ、大丈夫だ、大丈夫ってこと、 OK ってこと、 OK ってこと、うわ、あ、違う、大丈夫、あ、ほんま、関西人のグイグイですほんま、ほんま大丈夫って、大丈夫ってこと、ほんま関西人のグイグイですちょっと関東人だとね、引いちゃうね。あ、なんか荷物持ってるね。そうそうそう、あれとか何、あれ、いける、あれちゃう、いける、あれちゃう、いけんちゃう、いけんちゃう、勇気湧いてきた、ルイちゃん行ったらやんけ、あれ、ルイちゃん行ったらやんけ、行って、ビップちゃんも行っちゃって、もう俺、ビップちゃんもグイグイ、俺家帰ったら殺されるって、ほんまに、ほんまに殺されてほしい嫁に殺されるビップが見たいよ、それ炎上するぞ、嫁に殺されるビップってタイトルで配信したら湧くぞ、ほんまにやばかったっ、これ閲覧超えるぞ、エミリがほんまにやばかったって、エミリが消えたクワッチでねえ、あかん、ほんまに俺だろ、嫁にしばかれる、じゃあほんまにやばかったこれだろ、はい、LINE とか来て、うん、まあ、DM とか、うん、やめとけそれはっつって、ほんまにやばかったから見たいよいやいや、ほんまほんまやめとく、ほんまっつってノリな1年後俺何してんだろうね、想像もつかないね、うん、ビップ沸かすぞほらもうやめてよ、沸かすんでいいからビップ、でもなんかほら女の子いるね、意外と、ほらあの子女の子でしょ、スタイル良さそうだよね、うんうん、ずっとちょまい、あかんてよ、俺ワンチャンあるんじゃない、うん、いけるよ、ルイちゃん行こう、ルイちゃん行っちゃう、うん、この人はこの人待ってお前マジで迷惑配信者だな、ほんとお前マジで迷惑な、ビップ行ったらやった、なんで俺バンナーならん、稽古がそっち来てる、ほらスタイルいいじゃない、やべえだよスタイルいいじゃん、無理だよこれ、あれは無理で、電話してるんじゃない、あれ
してないじゃない。しているよあれ。エア電？エア電、うん、あれ。うん、じゃあ降りたらまずいってほんまに。お前ホテルまでついてくる気だろ。は？エミリーの裸見に来るんだろお前。なんでやねん。見たらええわそんなの。ケイって言った？見ようか。見るか。帰るわ。普通に。帰りなさいよ早く。もう俺ワクつけんの嫌や。もう無口でやるわお前毎日。怖いわ。いやもうすぐやねんフォロー来てんねんけど。いいじゃん、羨ましいわ。みんな楽しみにしてんだよ、ビップくんの。じゃあ嫌だよ俺が。任せよ、嫁を晒せよ配信で。いやわ、まあ、危ないよ。裏を食ってんでるーっつって、こんなもんかこんなもんかって言ってやれよ。通常枠だろ、ずっと無通知の通常枠で、うん、どうせホテル戻ってもね、配信もできないんだから面白くないよ。いや配信しないの？できない、だってエミリーさん A 版だもん、うん、ああそういうこと。打つわけだらええやんか別に。声入っただけでも落ちちゃうよ。あ、そうなの。やっぱり足引っ張られるよあいつに。ああ。これ A 版で俺解除されへんの？